するべきだと述べました。国との訴訟では2021年12月国が請求を全面的に受け入れる認諾をして終結しています。それでは昨日大阪地裁での口頭弁論において本人尋問で出席された赤木雅子さんにお話を伺います。はい、赤木さんこんにちは。あ、こんにちは、よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします。さて、昨日は佐川元国税庁長官に対する損害賠償請求、この決審を迎えました。この日、本人尋問で出席もされましたが、昨日どのように振り返っていらっしゃいますか？はい、もう結局裁判の中では一言も、佐川さんからも国からも改ざんについて何があったのかということを一言も聞くことができなかったので残念でたまらないです。今回国賠訴訟の方でも、そして今回の裁判の方でも、国側とそして先方に対して説明を求め続けてきました。それに対する、佐川さん、それから国税、そして国家の方、政府の方の反応、対応というのはどういったものだったんでしょうか？はい、もうとっても冷たい対応されたと思っています。はい、それは回答が全く返ってこなかったということですか？そうですね、国は認諾をして一切もう何も話をしないということを決められましたし、佐川さんの方も個人責任は、公務員の個人責任は問えないということを盾に一切何も話はしてくれなかったです。昨日の口頭弁論の場ではどういったことをお話しされたんでしょうか？はい、夫との出会いから改ざんをして亡くなるまでのことを先生と尋問の形式でお話しさせていただいた後ですね、はい、裁判長に対してもですね、やっぱり裁判っていうのは夫のような弱い立場の人間のために裁判あると思うんですけれども、そういう大事な裁判も真実を明らかにせずに尋問という形も取らずに終わらせてしまう裁判官は再調査をしないっていう政治家と同じですよっていうことを裁判官には伝えました。なるほど。法廷の雰囲気や裁判官の反応などは見ていていかがですか？結局終わった後に傍聴人の方から拍手をしていただいたので、とてもそれは温かい気持ちで私は帰ることができたんですけど、はい、裁判官の表情っていうのはもうマスクをしておられますし、ほぼ目は私の方を見てはくださってましたけど、表情は読み取れなかったです。なるほど。また佐川氏本人は出席しなかったということですが、この間代理人の出席はあったかと思います。その代理人の発言やこの間の反応というのはいかがでしょうか？はい、私が尋問している間もずっとパソコンに向かって私の方を一度も見ることがなかったので、はい、私は尋問の間に一度菅さんという弁護士なんですね、菅さん、私の話を聞いてくださいということは一度声を荒げてしまいました。なるほど。それに対して相手方弁護人というのはいかがでしたか、反応というのは？もう全くこちらを見ることもなくパソコンの方を向いたままでした。なるほど。それはやはり本人が訴訟に出ることなく責任がないというような格好で否認する、その戦術というかそういう対応をずっと続けてこられたんですか？そうだと思います。これ、決審ということになっていきますが、国と佐川氏を提訴してからもう2年以上経っています。この2年間の裁判というものをどういうふうにお感じになりますか？はい、まさか裁判を始めた時にこんなに時間がかかるものだとは思っていなかったし、まさか認諾をされてしまうなんて思っていなかったんですけれども、ただ夫が残した赤木ファイルと言われているファイルが出てきたことは本当に夫の苦しかった姿を改めて見ることができてよかったと思っています。その間で当然いろいろな文書の隠蔽と、それから改ざんと、あるいはその公文書などを出すときの不必要な黒塗りなどなど、さまざまな問題というものも明らかになりました。赤木さんはこういったようなさまざまな問題というものを再発防止する政府にして、こういった二度と不幸が起きることのないようにということを訴えかけていますが、この間の動きについてはどう振り返ってますか？全くそれ、もうその二度とこういうことが起きないためにってやってきたんですけど、はい、多分その力添えには一切立てなかったと思います。それは再発防止に動いてくれてないからというふうにお感じになるんでしょうか？はい、もう組織は一切夫がいた時からもう変わっていないと思います。もし変わっていたら何かしらあったことを私に伝えてくださると思うし、今働いている方たちが何か私に話してくださるんじゃないかと思いますけど、未だに夫の命日にも誰も来られませんし、はい、
はい、かたくなな態度は全然変わらないです。あれ、麻生さんがお墓参りしたいというふうに言っていた話は、あれはどうなったんですか？お墓参り、私の、麻生太郎さんがですね、あれも、はい、もう、財務局の夫の同期によって、潰されたまま、一切、何の返事もありません。また、こうした様々な教訓を読み取らなくてはいけない中、その、いわゆる森友学園問題とされる一連の問題が、はい、昨今その、まあ、矮小化されるというか、何も問題がなかった、このように語る人たちというのも出てきています。これはいかがでしょうか？はい、やっぱりネットの中では私のこと、私が未だに副裁判していることをしつこいって言われるような声も聞いてるんですけれども、でもこれは解決せずに、この亡くなったままにしてしまうと本当にまた同じようなことが起きてしまうと思うし、絶対にこれは解決しないといけない問題だと私は思っているので、世の中に何て言われようと私は最後まで頑張って戦い続けようと思います。これを聞いているリスナーの方には、この裁判を通じて、あるいはこういった発信を通じて、どんなことを知ってほしいとお感じですか？はい。公文書の改ざんをしろって言われるっていうことは、もう、めったにないことだと、多分皆さん思われるし、自分には関係ないことだと思われると思うんですけど、はい、やっぱり、公務員でなくても、普通の会社員でも、アルバイトしてても、何をしてても、やっぱり犯罪行為というか、やってはいけないことをやらされる機会って、どっかであると思うので、そういった時に、やらないっていうことと、逃げれるっていうこと、それからさ、何かあったら弁護士さんに相談するっていうこと、そういうことが、できるんだっていうことを伝えていきたいと思います。これは一つのハラスメント事案でもあると同時に、犯罪への加担を強要されたケースにもなるわけですもんね。はい。そうしたの点から、本当に再発防止は我がことなんだということを多くの方に、考えてほしいなと思いますね。はい。はい。赤木さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。日本から、日本です。韓国じゃなくて、日本からいよいよ輸入するときに、魚とかを持ってきて、それを卸しですね、卸し売りするとかなかったので、それをほぼ一括で、統一教会系がやっていたんですね。うん。未だに7割ぐらい、寿司関係の卸しはそこが持ってるみたいですね。はい。それぐらい、要するにビジネスの中に入り込んでいる。さらに、アメリカのシンボルでも言える、とも言えるんですが、ニューヨーカーホテルっていうのが、ニューヨークにあります。はい。キングコングが乗ってこう暴れたところです、皆様、あれを考えると分かりやすいと思うんですが、はいはい、そのニューヨーカーホテルは統一教会が買ってるんですね。要するにアメリカのシンボルになるようなものとか、アメリカの生活の中に入り込もうとしている、はい、だから逆にその言ってみればカルト性が薄れている。さらに、今日の話にもいろいろ出てくると思うんですが、先ほど一番最初冒頭で、お兄さんも南部さんもネットフリックスで、はい、アメリカのカルトの話をと、いろんなカルトがあるという話なんですが、その中で目立たないんですよね。で、いろいろある中で、いろいろあまりにもカルトがいっぱいあるから、はいはいはい、あるいは、今日の話で宗教保守も、例えば妊娠中絶の話も、レイプされても妊娠中絶禁止だっていう州がいっぱいあるわけですね。はい、これはカルトだろうと、ということを考えていくと、旧統一教会系のあのカルト性が薄れている。もちろん、いろんな意味で、今回改めて、本当に、なんて言うんだろう、なんか、衝撃的ですけどね、いろいろもう一回この90年代にいろいろ我々が聞いた話をもう一回聞いている、はい、あるいは私は80年代の学生でしたけど、大学生の時にいろいろ聞いた話、ですね、原理研の話とかいろんなものがまた出てきている。はい、サークル活動の衝撃とかはね、昔大学でよくありましたからね。どっかに連れてかれた、人が変わっちゃったとかいう話。未だまた出てるんだってことで衝撃的だったんですが、でもアメリカにいると、アメリカで生活していたら、なんか、その衝撃が薄れている。で、薄れるようにおそらく統一教会系の人たちも動いたんだと思うんですよ、ね。国によっていろんなカルトの受け取られ方、宗教の受け取られ方違いますが、はい、戦略を変えている。だから、その、それぞれの仕方で、その危機意識も共有されないというところもある。ちなみにアメリカの場合、はい、カルトに対して、例えば政治とか、あるいはその法律などでどう今対処してるんですか？州レベルで、例えば統一教会系ですね、旧統一教会のところを含めて、いろんな形で規制しようという動きはあります。常に出てきています。はい、ただ、これなんですね、いろんな宗教がいる中で、アメリカって
こういうことを言えばいいんですかね。最もキリスト教原理的な国であります。はい、ヨーロッパとかに比べて、日本とかに比べて。宗教保守。まあ、宗教保守イコール福音派っていうイメージでもいいのかもしれませんが、福音派ってどういう人か、人たちかっていうと、聖書を一義一句信じてる人たち。はい、それ、世論調査で聞くと 20% から 25% なんですね。うん、アメリカの3億3000万人の中の。すごい数であります。であります。で、その大きな大きな数の中で、なんて言うんだろうな、やっぱり、規制がなかなか難しいのは、いや、うちも規制されちゃうよと。線引きがね。線引きが。要するに、なるほど。例えば宗教、例えば特定の宗教、エボバの証人でもいい、はい、サイエントロジーでもいい、はい、まあ昔はモルモンもそうだったんですが、うん、モルモンもそう、そこで統一教会とかこう出てくるわけですが、ここのところ、一緒に来たら皆さん、と思うかもしれないですけど、はいはい、この、この中で、いや、どこは規制するっていうことは、こちらもやられちゃうからってことで、その宗教、福音派の人たちも、これも、反対したりする。下手に線引きしようとすると、他のものまで入ってくるからという。そうですね。うん、さらに、アメリカの憲法上、信教の自由だろうと思うリベラル派もいるわけですね。リベラル派が意外と守ってたりする。で、保守の方も守ってたりする。そのどちらもあるので、生き延びてるといけないんですが、規制がなかなか進まない形です。さっき申し上げたエボマの証人とか、サイエントロジーとか、モルモンもそうですけど、モルモン日本だと本当にいっぱいいますけど、いらっしゃいます。科学が布教活動してますけど、それと、エボーの勝利、サイエントロジー、モルモン、統一教会。この4つが、ちょうど、今から15、6年前かな、2004年ですね、ロムニーというアメリカの共和党の大統領候補の、モルモンの方の人なんですけど、あの人が大統領候補になるときに、アメリカの中でいろんな議論があって、この4つはもうカルトじゃないよと、うん、カルト扱いするのやめましょうというような動きすらありました。これ、いろんな人たちの中で、要するに、モルモンだけ外すんじゃなくて、サイエントロジーもエボバも、統一教会も外しましょうっていう形で、だから取り扱いがなかなか微妙になってきていますよね。なるほど。アメリカの場合ですとね、今度はその、児童虐待などの観点から、教祖などを逮捕したりとか、はい、そうしたのの事例が続いたりしましたけれども、その一方でカルトに対する定義というものが、なかなか順調には進まないという話ありました。うん、ちなみにその安倍元総理と旧統一教会などとの関係についても、フォーカス、それなりに先ほどされつつあるということに、ね、はい、なっているわけですけれども、はい、これに対する論考というのはどんなものが加えられているんですか？多くのものが日本で報じられているものなんですね。はい、東京発のニュースです。東京のニューヨークタイムズの特派員とか、ワシントンポストの特派員が流してますので、基本的には、極右というのかな、あと、極右団体とか、あるいは、旧統一教会と、いろんな形で関わっていて、はい、選挙の時のベースになってて、常に助けてくれる団体があって、ですので、切れなかったし、一緒に共存してきたんだと。13である岸信介さんの時からずっとその関係はあって、っていう、その流れのことは、ちょうど我々は日本で見てるような形で報じられていますよね。うんうん、ただ、そのこと自身もアメリカでは新しい話なんですね。さっき申し上げた通り。はいはい、で、そんなに統一教会ってカルトだったんだと思ってる人結構たくさんいると思うんですよ、ね。もちろん分かってる人は分かっていますけど、カルトだから まずいっていうのは当然分かってる人は多いわけですけど、ただ、その新しい驚きなのかもしれませんね。ジャーナリストとか特にそうですね。これも日本でよく指摘になっているんですが、ワシントンタイムズとか、はいはい、ワシントンタイムズっていうのは、保守の新聞であって、統一教会が作ったところですが、編集権はなるべく、統一教会の色を出さないようにしている、保守の新聞になってるんですけど、でも、この中で、ジャーナリストの中で、例えば、ワシントンタイムスじゃなくて、ワシントンポストから引き抜いてきて、はい、あるいは、ウォールストリートジャーナルから引き抜いてきて、ワシントンタイムスを良くしてくれって、こういう、それ幹部的な人がいるんですが、その幹部的な人も、文鮮明亡くなっていますけども、亡くなる前ぐらいは、さっき申し上げたニューヨーカーホテルで文鮮明と会わないといけないっていう瞬間があるらしいんですね。はいはい、で、それが嫌で辞めていくジャーナリストと結構いたみたいですね。そんな形で、やっぱりこれまずいよと。例えば、
あって別に握手するぐらいはいいのかもしれないけど、やはりそこで何らかの形の編集への関わり、例えば、同性、失礼性的マイノリティっていう言葉の方がいいんですかね。LGBTQ に対する、統一教会の見方。これやっぱり、自分の考え方と合わないと思ってるジャーナリストいっぱいいますし、反共産的なところはもしかしたら人によってこう、俺もそう思うって人もいるかもしれませんが、いろんな形で、やっぱり、統一教会系にどっぷりと使うメディアはいかんとこう思ってる人は結構いる。皆さんご存知でしょうかね。UPI という、昔は AP と UPI とロイターです。今、AP とロイターの方が大きくなっちゃってますが、UPI が統一教会が持っていますので、ヘレン・トーマスというものすごく有名な、ケネディ当選の時から、ブッシュ政権までずっとジャーナリストやって、ホワイトハウス版の何十年もやってた人、はいはい、女性記者なんですが、辞めちゃったですね。UPI が買われた時に、統一教会に。やっぱり、気にする人はやっぱりいる。でもその、ジャーナリストとして、あそこと関わってるってなった時に、説明責任をこう果たすということは問われるわけですよね。その説明責任を一つとして、自分は関わってないんだということで退職を選ぶ方もいらっしゃるわけですよね。うん、そうですね。だから、日本ほどカルト的ではないと言っても、よく分かってる人は分かってると。なるほど。そのアメリカなんですけれども、もともとアメリカだと政治の話となれば、福音派など宗教右派が、宗教保守が、はい、非常に政治的影響力を持つという話、行われますよね。はい、これ、いつ頃から今のような格好で、例えばその同性婚反対とか、はい、中絶反対とか、そうした仕方で力を発揮するようになっていったんでしょうか。はい、中絶が全米で認められるようになったのは、この番組でも何回かありましたが、はい、1973年のロー対ウェイド判決です。はい、で、この時の段階で、宗教保守、福音派っていうのはいたんですが、政治化してなかったんですね。逆に、このまま行ったら自分たちの主張、妊娠中絶とか絶対ダメだと思っている、福音派の人たちは自分たちがどんどん主張が、コントロールされるということで、政治に近づかないといけないっていうことで、ここから一気に政治化していきました。はい、で、有名なのは80年あたりのレーガン政権であって、レーガン政権と宗教保守、福音派の話で。で、共和党政権になるとまたこれが戻ってくるわけですが、ブッシュ政権で。はい、一気に、もうブッシュ政権の頃には、普通に、福音派の人たちは共和党の大応援団になって、はい、トランプ政権の場合も言わなくてもそうでしょっていう、最初から大応援団になって、どうでしょうかね、選挙になると、バスで、一人一人乗して、アメリカの場合、多少その投票ブースまで遠いところがあります。遠い地域になると、はい、みんな乗り合いバスとか自分たちの車出して一緒に選挙に行くとか、うん、必ず選挙ではポイントになる人たちとして、共和党の方も大切にしてるんですよね。で、共和党だったんですよ、そこに、行ったのは。その福音派が、もう少し申し上げますと、南部って南北戦争の負け組であって、はい、南部で、リンカンって共和党だったんですね、昔の話ですと。共和党が北部で、南部が民主党だった時代が、南北戦争、江戸時代の終わりぐらいがそうだったんですが、はい、それが、その南部の民主党じゃなくて、共和党側に、積極的に行かないと、そして共和党と組めば、俺たちが、考えてることが達成してくれるようになるんだっていうのが、福音派と共和党のつながりのスタートで、それがやっぱりロータルウェイド判決ぐらいからですかね。で、同性婚については2004年に最初マサチューセッツ州で認められて以降、これからの運動、このその以前も運動ありましたが、これちょっとまずいっていう運動でもあったですね、福音派にとってみれば。ただ一つこれ言えることは、数的には負けるんですよね。今回その、妊娠中絶の話もそうです。妊娠中絶容認派プロチョイスがだいたい6割、5割5分から6割ぐらいいて、プロライフ、妊娠中絶反対派が4割、4割5分ぐらいいる。はい、4割5分いるってのはかなり大きい話なんですが、でも数的に負ける。数的に負けるから、制度を変えればいいと。はい、制度を変えたら変えるためにはどうしたらいいのかっていうと、例えば最高裁にどうやって人を送るか。それなりは、そのためには共和党の方に、こういう人を、判事でどうるかっていうことを、そういうことをこう応援するような、フェデライストソサエティっていう法律家の
グループもあるんですが、そこら辺と組んで、どんどんこの人を入れてくれ、この人をくれて、入れてくれっていう形で、地裁、高裁、最高裁、どんどん動いてきましたよね。だから、マイノリティだから、言ってみれば、マイノリティだから制度を使ってやれという動きなんですね。だから、数の力だと負けるという、その宗教保守の人たちが、ある種その法的なコミュニティを作り、そしてその議会運営のルールというものを変え、そのことによって、まあ、判事を、具体的に保守の方が多いような状況を作りやすいような、はい、まあ、そうしたの状況にもこう、つないでいったということですよね。そうですね。で、その議会の話。俺たちが応援したら勝てるんだっていうふうに、向こう側、はい、まあ、共和党側に思わせていた。それもポイントですよね。はい、今の議会の話の行く前に、プロチョイス、プロライフという話がありました、はい。改めてこの言葉の意味を教えてください。はい、プロは、賛成だということで、うん、チョイス、選択に賛成、はい、ライフ、命に賛成と。プロチョイス、選択、女性が、という表現でいいかな、女性が、妊娠中絶を選択することを、に賛成するグループ。妊娠中絶、容認派、認める方がプロチョイスであります。妊娠した当事者が、まあ、中絶という選択をすることですよね。はい。そうですね。はい、そこです。その選択の権利、プロチョイス。選択を応援するからプロチョイス。選択に賛成ですね。で、命、逆にどちらもプロなんですけども、はい、福音派の方というか、は、命に賛成と、プロライフだと。どっちもアンチじゃなくてプロなんですよね。我々が正当なんだって言ってることを言ってるわけですね。そうしたようなその方々の中で、プロライフ、つまり、その中絶に反対をするような方々というのは、数的には少ないんだ、数では勝てないんだという話がありました。先ほど少し私の方からも議会のルールについて触れましたけども、こういった少数の人たちが、どうして議会、そして最高裁判事においては、その多数だったり声が通りやすくなるのか、その仕組みというのはどうしたんでしょうか。例えば分かりやすく、すごくシンプルに最高裁だけの話をすると、最高裁っていうのはどういうふうに選ぶかっていうと、大統領が任命して、議会の中の上院が、承認するというわけです。下院っていうのは435人いますが、はい、各州最低1人出して、あとは人口比です。ここがポイントなんですね。より、民主的というか、より世論に、世論とそのまま、同じように動くのが下院なんですね。うんうん、上院の方、大統領が任命して、それで、承認する方が上院ですが、上院は各州2人です。はい。どでかいカリフォルニアも、ちっちゃいワイオミングも2人なんですね。うんうん、で、そうすると何かというと、先ほどの、なんとも言えないマジックが出てきて、そもそも下院では、まあ、下院選挙区ではにしましょうか。下院選挙区ではあるいは国民全体では6割5分、6割ぐらい、55% から 60% ぐらいが、妊娠中絶、プロチョイスなんですけれども、はい、州ごとに見ていくと、プロライフとプロチョイスが互角になるわけですよ。州の頭数で見ると。頭数で見ると、はい。で、そこがポイントだったんですよね。で、今のところ、例えばこれよく言われるんですが、ロー対ウェイド判決がこの間、まあ、破棄されたことになって、おそらく、1年以内に26州、50州のうちの26州が妊娠中絶ほぼ禁止になっていくと。ちょうど50分の26だから半分やや超えたぐらいなんですね。という謎のマジックがあったわけですね。ここら辺の何とも言えないフラスト、カリフォルニアであれだけの人がいてみんな反対、大きな人が反対してるのに、ちっちゃな南部、中西部、福音派が多いところです。南部、中西部、人口が少ないけれども、カリフォルニアは人口が多いけど2人、アラバマも、アーカンソーも、数が少ないけれども2人と、ここのマジックがあったので、こういう結果になってるわけですよね。はい。上院の方の意見を聞くことによって、まあ、最高裁判事が選ばれていくっていう、はい、まあ、そうしたのマジックがあった。はい、しかもそれに対して反対をする声というのも、より通りにくくなっている、はい、ということもあったわけですよね。そうですね。同じことが今起こっていて、はい、下院の方で、これ妊娠中絶、女性の権利としてしっかり確保しないといけないんだっていう法案が、下院の方はまとまっています。上院では全く動かないわけですね。今の状況どうかというと、下院が、まあ、10ぐらいの差、共和党と民主党と、はい、まあ、民主党の方が多いんですね。上院どうかっていうと50対50。50対50の時には、副大統領が、まあ、1票分を加えるということになるので、多数派民主党ですけれども、まあ、
共和党が握っているようなもんなんですね、半分はね。はい、で、さらに、上院の特別ルールがあって、これは、法案の時には引っかかってくるんですけども、上院って安定多数、60票ないと、60票ないと完全に法案が通らないと。41票あったら59票を止めることができるって、フィリバスターという制度があって、はい、合法的、議事妨害なんて役がありますけど、今50対50なので、いつでも共和党側が、少数派であっても多数派を止めることができる。はい、こんな状況になっているので、その、下院で通った、あるいはこれからも通る、いくつかの法案は、上院で全く通らない。この動きになってますよ、ね。そうしたこともあって、その小さな声になりつつある、その、プロライフの側の声というのが、ますますいろいろと通るようになる。そうですね。え、先ほど共和党と、それから宗教保守の関係性について、はい、少し手を結び始めたのが、はい、いろんな判決をきっかけだったという話がありました。はい、で、日本だと、例えば笹川良一、はい、右翼の元締めの一人、はい、と、それから例えば統一教会が、はい、勝共連合を作って、はい、共産化を止めるためにということで手を組んだっていうのが、いろんなその戦後史に対して影響と余波を与えていて、はい、今回の事件の背景とその語りにもすごく影響を与えてますよね。はい、アメリカにおいてはこういった保守団体と宗教団体が手を組んで何かしらの例えば動きを示すということは表立って起こっているものなんでしょうか。うん、もう例えば福音派イコール宗教保守であって、これはもう起こってきて、もうそれが普通になっちゃってますよね。状態化してる。状態化してますよね。うん、さっき73年の判決と申し上げました。あれが大きなきっかけですが、はい、その前の68年、ニクソン大統領、ニクソン候補か。共和党のニクソン候補が、これ南部が共和党だ、民主党がまだ強いけど、いかにして共和党にしないといけないっていう形で、いろんな形で人種的なところを煽っていったんですね。南部黒人いないだろう。でも、民主党側は黒人を大切にするぞ。だから、共和党側行きなさいみたいな形で、まあ、汚い手なんですけど、南部戦略と言ったんですが、サザンストラテジー。そこら辺が、まず最初にあって、そこに宗教、はい、73年の判決があって、宗教保守が乗ってったとこですよね。ですので、保守、まあ、そもそも保守って何かって問題になるかもしれません。アメリカの中の保守って、もう構成するのが2つくらいかな。1つが、我々がよく考えるところの、新自由主義的な小さな政府、規制緩和、減税の人たちが一つある。まあ、政府の介入を最小化しようという。政府の経済あるいは社会的な介入を最低限にする人たちが、望む人たちが一つあって、うん、それともう一つが、宗教的には、キリスト教的な伝統をよく守っていこうと思う人たちのこの宗教保守、福音派がいてと、はい、この二つの何とも言えない、語彙同州にも思うんですけども、一緒にもういることが普通になっちゃってますよね。80年代ぐらいから。そうですね。そして今の様々な選挙の場面でも、それぞれ、決して、それぞれの団体のみでは多数派を占めないが、そうしたものが合同となって、はい、ある種保守的な共和党というものを支援する。はい、そうすると共和党の各議員の方々もどちらサイドの人なのかっていう色はそれぞれ違うけれども、党としての統制というものは一定程度確保するということが続いていますよね。はい、そうですね、うん、党の統制なんですが、これも濃淡があるんですが、薄い。ただ難しいのは、昔はリベラルな共和党、保守な民主党って結構いたんですね。これが消えたので、より分かりやすい分極化が、はい、分断が見えています。そして中間選挙は向かっていくということになるので、はい、その話を5時台に伺って、記入されてるんだという話もされました。はい、リスナーの方からまさにそこについて質問が来ています。そうなんです。ラジオネーム、お好み焼き大好きさんからいただいたメール、ありがとうございます。僕も好き。はい。アメリカの宗教右派は、LGBT、特にトランスジェンダーに対してどんな主張をして、また、どのような政治的影響を具体的に与えているんでしょうか。また、それに対抗する論調や手法も知りたいですといただいています。はい、こういうことですね。今の鬼姉さんのお話から言って、本当に、アメリカでやったことが日本に輸入されている部分はあって、で、アメリカで何をやって、福音派何をやってるかというと、福音派の行動原理は、聖書に書いてある。はい、聖書には結婚は男と女となっている。で、プロクリエーション、子供を産むことですが、子孫繁栄のために男と女は結婚しないといけないんだと。
まあ、その中でトランスジェンダーなんていうのはありえないと思ってるわけですね。はい。どこか女かどっちかって、すぐに、心の迷いだと。これありえない話なんですが。もちろん。心の迷いだったり、精神的な問題だっていうふうなことで片付けようとしている。で、後でまた中間選挙のお話もなるところだと思いますが、今、中間選挙の向こう側の、まあ、24年の大統領選挙の話もすでに出てるんですが、はい、今、フロリダにデサンテスという記事がいます。はい、これはトランプ以上にトランプ的な人なんですけど、このデサンテスなんですが、何をやってるのかというと、学校で、同性愛という言葉を使うなと。ドント性ゲイ法と。もうこれは揶揄する人たちが作れた名前ですが、本当は教育の自由法だけ、教育を大切にする法とか、なんかその名前、タイトルがついてるわけですけど、衆議会と一緒になって、で、小学校とか中学校で、もう同性愛なんてないんだよ。トランスジェンダーなんてないんだよ。っていうことを教えようとしている。その流れ、これ宗教保守がものすごく推している候補で、その、やはり一体になっているので、宗教保守とデサンティスというか共和党の一部が一緒になっているので、この動きがあるわけですね。で、これに対するカウンターの動きっていうのは、もう、デサンティスとんでもないよっていうのは、いろんな州、別の州の人たちが言ってて、リベラル派が言ってて、はい。で、フロリダの中の戦いというと、フロリダというと、ディズニーワールドがあります。これも日本で一部言われて、報じられています。ディズニーワールドがこのフロリダ州のやり方は納得いかんと。うんうん、我々世界的なビジネスをしている中で、多様な価値観が重要なのにこんなことは許せないっていうふうに批判したら、デサンティスの方で、じゃあ、ディズニーに対するいろいろな、優遇措置はやめるよと。いろんな形で税制優遇だったり、規制の優遇してたけど、そんな、嘘つきなような会社は許せんっていうようなことを言い出していると。だから、まあ、フロリダの中、フロリダっていうのは、実は結構、リベラル派もいるので、はい、選挙が決めるところはあると思うんですけど、リベラル派はすごく、憤っているというところなんですけどね。宗教派の前提としては、まあ、同性愛だけではなくて、LGBTQ 様々な当事者に対して否定的な価値観を持つところがある。はい、それは、例えば日本の統一教会系のメディアである世界日報を見ても、はい、例えばアセクシャルであるとか、うん、様々な当事者の方、バイセクシャルも含めて、相当批判的な論調で書いているということから、心の迷いみたいなのが書いてありますよね。はい、できるわけです。あとはそれを推奨すると、社会が崩壊するとか、家族というものの否定だ、などと一体しているわけです。で今、そういったように、その宗教右派が、まあ、様々なマイノリティを攻撃する価値観であるというのを伺いましたが、では、今後行われる中間選挙、11月ですね、はい、もうすぐということになります。はい、この中間選挙の注目点は、前島さんいかがですか？100日を切りましたね。はい。これはもう、今回、難しいとこは、何とも言えないのですけども、中間選挙って大統領の政党が基本的に負けるんです。過去の歴史を見て、もう南北戦争以降の歴史を見ても、本当数回しか勝ってないと。1934年と2002年と。1934年、ちょうど世界恐慌の後で第二次大戦が動いてた頃ですね。フランクリン・ルーズベルトの時の民主党は、逆境だけど勝った。逆境というか中間選挙の大統領の政党なのに、数を増やした。2002年もイラク戦争直前、で、アフガン戦争の中で戦争の時だったのこともあって、共和党側が多少数を増やしたと。そういう例外以外は基本的に減らすので、はい、なかなか難しいです。で、私いつもシンプルに言うんですが、最大の争点いろいろあります。インフレだったり、その妊娠中絶の話だったり、あるいは人によってはこのデサンティス的な考え方とかいろいろあるんですが、一言で言うと怒りですと。中間選挙投票率 50% ぐらいです。大統領選挙2020年は 65% ありましたが、50% って何かというと、やっぱりどれだけ、投票所に行くかがポイントになってて。はい、で、ここがなかなか、大きなポイントだと思うんですね。いかに怒って、なんと、通常、なぜ、大統領の政党が負けるかっていうと、大統領がやってることがいろいろやってて、俺たち納得できないぜと思っている少数派の方が、少数派とか、今、大統領の政党じゃない方が選挙に行く方が大体多いので、反対陣営。反対陣営が。それが怒ってるわけでさ。でも、例の、ロータイ・ウェイド判決がひっくり返されたあのあたりからちょっと流れが変わってて、はい、今民主党がかなり押し戻してます。押し戻してるですが、なかなか難しいところは、まあ、バイデン大統領の支持率はあんま高くない。ただ、
民主党側の献金はとても増えている。ただ共和党側も頑張って選挙に行こうと熱意は結構出ている。先ほどの判決は、まあ、言うなればトランプ政権の置き土産になるわけですよね、はいはい、ある意味ではバイデンへのノーというモチベーションある人だけではなくて、うん、トランプ時代にまだノーと言わなきゃっていうモチベーションが刺激されていることになりますね。ですので、うん、バイデンとトランプの見えない戦いなんですね。バイデンも大統領選挙ないので選挙に行きません。トランプも、今回出ませんまだ、うん、っていうことで、見えないけどバイデン対トランプなのかもしれないと、はい、その2人の支持率どちらもちょっと下がりつつあるんですね。まあトランプ特にもう大統領じゃないので下がりつつあるので、だから逆に2024年に早めに出ないといけないと、立候補しようみたいな動きにもなってるわけですけどもね。その中間選挙の結果いかんにしても、なかなか例えばそれが判決などを覆すに至るかどうかなど、そこにはその速やかに影響が出るものではないですよね。ただ上院ですよ、うん、上院50対50で、今回言われているのはもともとのこの選挙、中間選挙の仕組みっていうのは下院は435全部変わるんですが、上院は3分の1、100のうちの3分の1で35改選なんですね、はい、で改選した部分実は6年前の上院任期6年なので6年前を見ると共和党側の改選が多いんですね、うんうん、そう見ていくと上院は大接戦なんです。でこれどういう意味ないかというと、もし今後バイデン大統領があとその終わった後今年終わった後にですね、この2年のところで誰かを任命することになったら上院が民主党になるか、共和党になるか大きく変わるわけですね、はい、今共和党がこんなことを言っています。もし上院で多数派になった場合、バイデン大統領がどんな判事を任命しても俺たちは賛同しないということを言っています。ただこれ民主党側になる可能性があるので、はい、下院の方は多分共和党側になる、見込みが今、中間選挙を、多数派は共和党に行く可能性がありますから、上院の方はかなり接戦なので、うんうん、ちょっとやっぱりこれはいろんな意味で、この、同性婚ですね。例えば、妊娠中絶の向こう側には同性婚があって、同性婚をどうするかっていうところで、もし判事を変えていくようなことになったら、上院がポイントなので、意外とこれ重要な選挙になると思いますね。その判事もね、いつ変えるかっていうのが事前に決め打ちでできるものではないわけですよね。逆に病気になるかもしれないし、っていうこともあり。そこなんですね。今6対3保守の方が多いわけですが、うん、これもどうなるか分かりません、はい、これバイデン政権は通常今大統領というのは中間選挙で苦しむことになるということですけれども、はい、今インフレ対策とコロナ対策などなど、はい、いろんな課題というものを抱えていた中でバイデン政権は今政策というのはうまくできてないという評価が増えているんでしょうか。ここ1週間でちょっと大きく変わって、どういうことかというと、うん、バイデン政権4つ公約を出しています、はい、コロナ対策、インフラ整備、これを2つは去年までに、法案が通りました、うん、あと残りの2つは一緒にしてビルドバックベター法っていう話をしたんです、というタイトルをつけたんですが、教育支援とか、医療支援、オバマケアの重視、充実とか、うん、あとは環境対策ですね、はい、この2つのメスがここ1週間でもしかしたら民主党側がうまくまとめて、あと1票なんです、簡単に言うと、うん、あと2票だったところ、もう1人の人マンシンがどうも賛成するようになったので、あと1票、シネマという議員がいるんですが、ここさえ通ればうまくまとまるようになってるんです、うん、で実はこの1週間でバイデン政権実はうまくやってるねって声が一気に大きくなってます、ね、議会対策ですけど、ね、なるほど。そうしますと中間選挙に対する影響というのは変わってきうるということですか。微妙なんですね、怒りが決めるというと選挙の、政策じゃないところがあります。ここら辺が難しいですよね。今感情的分極化って言葉があります、要するにもう何を言ってもどんなことがあっても俺たちは共和党支持なんだ民主党支持なんだっていうのがあって、こっちがなかなか強いんですよね。だから政策でこれだけやってるでしょって言って合理的に考えていく人とそうじゃない人は結構、そう思う人もいるわけですが、そうじゃない人は結構多いんですよね。アメリカのね、その議会の決定、そして様々な政策というのは各国に影響を与えてい
ていきますね、はい。で、それこそ例えばアメリカなどで同性婚やってるじゃないか、じゃあ自分たちの国ではどうだいっていうような議論も、はい、いろんな国ではその刺激を与えるようなところがある。はい、それが例えば中絶禁止の方向に動いていくと、それに対して盛り返す各国の右派というものも出てくるわけですね。はい、その余波についてはいかがでしょうか。おっしゃる通りですよね。今、全世界で妊娠中絶を厳しくしようって動きと、いや、守ろうって動き、二つありますよね。同性婚もそうです。今、同性婚は、アメリカの場合2015年に最高裁判決で認められました。はい、今、アメリカ国内どうかというと、下院の方で同性婚を守るんだという法案が通りました。これを上院の方はさっき申し上げたときなかなか通らないんですが、まずその動きを見て、世界的にやっぱり、これ影響されているところがあって、同性婚いいんじゃないかっていう形で広がっていくところも結構あります。逆にそれを見て刺激されて、が、もちろんいる、一定数もちろんいるわけですけれども、はい、ある意味安倍さんのその政治家としての、あるいはその首相としての強さっていうのは、こう何があっても熱烈に支持をするという人たちが一定数いるっていうのは、安倍政権の強さだったわけですよね。歴代政権とは少し違う強さだったんだけれども、でもやっぱり逆に、こう安倍さんの安倍政権ってものに対してかなり批判的に見る人たちっていうのもかなりいて、まあある意味で安倍さんの政治手法っていうものが、ここに今投影されているところもあるっていうのが一つですよね。それからやっぱりその国葬するにしてもしないにしても、この決め方でいいのかっていう疑問、つまりその内閣、パッとね、あの岸田さんがもう亡くなった直後に国葬っておっしゃって、そうですね、そして内閣あの閣議で閣議決定でやってしまったと、でこれはもう報じられていることですけれども、国葬っていうのは戦前戦中にはその国葬令っていう、そのまあ一応こう法律があってですね、それに基づいてやってたんだけれども、戦後憲法の発布とともに基本的にその国葬令というものが政教分離の関係でその失効してしまったので、今現在根拠法がないんですね、で内閣の閣議決定だけでやっていいのかと、やっぱりもしやるにしてもきちんと国会で議論をして、どういう基準でどういう形でやるのかっていうあたりのところをきちんと決めて、まあ一番必要であるとするんだったらきちんと根拠法を作った上でやるべきじゃないかっていう声もあるわけですよね。国会議員が必要と答えている人も 61% です、61%、まさにそういうことですよね。そういうことですね。だからこんなことを許してしまうと、今後その国葬っていうある種本当に極めて政治的なこう意味、あるいは政治的なメッセージってものを込めた儀式ってものをこう内閣の独断でやれてしまうっていうような前例になるのは良くないんじゃないかっていうような思いもやっぱりこれはこう今回のこの世論調査の中にあるっていうことですよね。だからこれどうするかですよね。9月27日っていうふうに予定しているようですけれども、このまま突き進んでいくと、その岸田政権にもダメージになりますし、それからこう、まあこういう言い方するとちょっと語弊があるんでしょうけれども、安倍さんのね、ご本人にとってもというかね、そのご遺族も含めてですけれども、決してなんかこう、いい結果にはならない。いいような気がしますんで、はてさてこれ政権はどうするつもりなのかっていうこと、もう一つ大きいのは、こう安倍さんが亡くなって、でそのこうもちろんそれだからどんな理由があってもこういうこう暴力行為ってものを容認するわけにはもちろんいかないんですけれども、その動機っていうことで、その政治的なテロなんじゃないかって当初言われてたけれども、どうも違って、そのいわゆる旧統一教会っていうものに対する恨みが募った末の、まあ、ある意味個人的怨恨が元になっていると、でしかもその旧統一教会と自民党っていうのが、まあ、僕らの取材しているような人間たちの世界の中では昔からそんなのはもう常識的に分かったことだけれども、ある意味でこの統一教会とズブズブの関係にあるような与党の実態みたいなことが出てきて、そういうことも国葬のこの反対っていうような思い、世論調査、あるいはこの政権支持率急落っていうところにも現れているのだとすればですよ、まあこれは結構深刻ですよね。なので、そうですね、やるべきことたくさんありますよね。今日これ後半でちょっと話そうと思ってるんですけども、安倍さん、すでにこうニューヨークに旅立ったわけですね。岸田さん、はい、岸田さんに NPT、再検討会議のためにニューヨーク旅立ったわけですけれども、スピーチ、そうですね。ただこれ8月3日4日、今度臨時国会が今度始まりますけれども、それどうするかですね。その国葬のことをきちんと話をするのか、それともこのまんままた安倍政権の前例にその乗っ取ったって言い方したら語弊がありますけれども、
まあ、このまま無理やりに突っ走ってしまうのかというあたり、うん、まあ、これが一つの岸田政権のなんか大きな、こう、図らずも大きなハードルになっているなという感じはしますけれどもね。そうですね、うん、なんかイメージ、閣議で決めるのは内閣葬、うん、国会で決めるのが国葬ってイメージとしてはね、うん、あるんだけども、そうなってないんだなと思いますし、うん、ああ、なるほど、だから、今、ふと話を聞いてと思って、そうですね、そういう意味で言うと、うん、あの内閣、自民党合同葬であれば、閣議決定でもいいじゃないかっていうようなところもあるのかもしれないですけれども、そうですね、おっしゃるように、国葬ってことであるんだったら、国権の最高機関できちんと議論をして、その根拠法を作るなりとか、うん、基準なりってものを明確にした上でやるっていうのが、うん、まあ、あの受け入れやすいですよね、うん、やることが適切かどうかは別として、うん、まあ、これは順序ではありますよね、民主主義的手続きではあるので、うん、それはやるべきだと思います、ね、ただね、一回決めちゃったことを覆すっていうのは、うん、なかなかあのなさそうな、そんな気がしないでもないですけどね。っていうふうに、思わされてしまうっていうのが、うん、まあ、これはこういう言い方するとまたこれもこう嫌味になってしまうかもしれないけれども、ある意味で安倍政権のこう罪なのかもしれないですよね。一度決めたことは何があってもひっくり返さないみたいな。でも一度決めたことだけど、こう世論聞きながら変えるっていうことをもし岸田さんがするとしたら、それはそれですごくいいと思いますけどね。いや、いいと思いますよ。ただそれが聞く力が売りだし聞く力ということになるし、まあ、ある意味でそれでもこうね、こう優柔不断なのか、決めたことをすぐひっくり返すっていうふうに受け取られるのか別として、ただこれも、まあ、あの民主主義の手続きっていうことで言うんだったら、はい、その世論の声を聞きながら、きちんとこう修正を図っていくっていうのは一つの、まあ、王道ではありますから、これをこう、このデータ、この数字、世論調査、共同通信と、はい、それから日経新聞の世論調査を、岸田さんがニューヨークに行く飛行機の中、あるいは帰ってくる飛行機の中で、どのようにお考えになられるのかっていうのは、ね、興味深いところではありますよね。そうですね。ただ、その、この統一教会の話ね、まあ、これもちょっと後半もし時間があったらお話ししたいんですけれども、その福田達夫自民党総務会長が、はい、その何が悪いのかわからないっていうようなことをおっしゃったりとかね、あるいはこう問題が発覚をしたこう数々の政治家の皆さん、こう、まあ、一部の人は認め、しかし一部の人は知らなかったとか、うん、こう統一教会との関係を特にこう考えもしなかったみたいなことをおっしゃってるようですけれども、しかしそのいくつかの論点あるんですけれども、宗教と政治っていう論点もあるんでしょうけれど、でも今回に関して言うと宗教と政治っていうよりは統一教会っていうその相当にこう数々の社会問題、まあ霊感商法であったりとか合同結婚式であったりとか、あるいは入会大会をめぐるトラブルであるとかっていうようなことでも数々の社会問題を70年代80年代から起こしてきた、まあ、ある意味でこう極めて反社会性の強いカルト宗教っていうふうに捉えた場合、一般的な宗教と政治っていう関係ではなくて、やっぱりこういうその与党の皆さんの、まあ、一つにはその選挙の時のこう票ですよね、それからあるいは政治活動する中で、選挙活動する中で、まあ、人力みたいなね、こう、あの信者、マンパワーですね、マンパワーですね、あの信者の人たちがそれを手伝ってくれるんだっていうような思いで政治家が利用をし、と同時にその利用したことをテコにしながら、教団の側がこういろんな形でその政治の力みたいなものを、ひょっとすればこう自分たちの宗教団体の存在の維持ってものに利用したのではないか、かつ信者に向けて、あるいは信者に なるかもしれない人たちに向けての宣伝行為に使ったっていうこと、だから、まあ、つまり反社会性の強いカルト宗教が政治とのつながりっていうものを宗教活動と称するいろいろな人たちの被害に使ったんだとするんだったらですよ、まあ、使ったんですよね、だとするんだったら、まあこれはちょっとこの問題こう知らなかったとか、どこが問題かわからないみたいなことを言って逃げているようでは、ちょっと問題が収まらないんではないかなという気が僕はいたしますけれどもね。多分ラジオを聞いているリスナーのほとんどの方もそう思ってるんじゃないかなと思いますしね。そうですね、私などはあとはやっぱり結局選挙なのねっていうがっかり感はありますよね。そうですね。それからもう一つはね、これ後半話しますけれども、その旧統一教会をはじめとするいわゆる宗教右派の、こういうその、と政権の関係が
この国の政策をかなり歪ませてきたっていう面もあるっていうところもきちんと考えなくちゃいけないと思います。はい、じゃあ後半はその話も伺いたいと思います。はい、今朝はですね、ジャーナリスト青木治さんをお迎えしています。はい、7時42分頃からのパート2でもお話を伺いますので、後半。その、今、統一教会なんかで注目されている人たちなわけですね。で、それ以外にも、例えば、性的少数者の人権の問題、同性婚の問題も絶対ダメ。これも同じ理由ですよね。それから、その、例えば外国人労働者の問題もそうなんですね。要するに、そういう勢力と、こう、一体化している政治勢力と宗教右派っていうのは、移民をどうしても入れたくないと。日本に入れたくないんだと。で、移民をその入れたくないっていうことがまずあるわけですよ。だけど現実としては日本社会っていうのは、まあ今コンビニに行こうがどこ行ってもそうですけれども、少子高齢化で労働力が不足している、特にそのきつい仕事はなかなか今日本の若い人がやってくれないってことになってくると、外国人労働力は必要なわけですよね。で、その矛盾があるわけですよ。移民は入れたくない。でも外国人労働力は必要だ。ってことになってくると、いわゆる技能実習生みたいな、非常にその人権が制約された形で、その外国人を労働力として入れるみたいなことがまかり通ってしまうっていう、このあたりも、ある意味で、その、この国の、まあ、こう、与党の、特に右派的な人たちが、そういうことを訴えてきたことによって、そのなかなかこうねじ曲がった形でこう政策がこう取られてきてしまったっていう、その背後にはそういうそのこう自民党のコアな右派勢力とそれをコアに支えている宗教勢力があって、その一つが日本会議であり、からその一つがまあ旧統一教会でもあったっていうような構図、全体構図で言えばね。だから選挙だったりとかだけではなくて、この国の政策にも相当な、まあ、それ別に旧統一教会だけのせいじゃないですよ。はい、はい。だけれども、一部、そういう、その支援を受けた人たちが熱心に活動したことで、そういう政治が、あるいは政策ってものが、僕に言わせれば、かなりねじ曲がってきてしまっているっていうようなところっていうのは、今回のことでもう少し議論をしてもいいのかなと。つまり、ジェンダーの問題、少数者の人権の問題、外国人の人権の問題みたいなところにもいろいろな影響があったんだよっていうところは気づくべきだろうなというふうには思いますけれどもね。そうですよね。いや、だから本当に先ほど青木さんがおっしゃった通り、山上徹也容疑者がやったことは絶対に許されないことであるけれども、彼が今回やったことで、旧統一教会というものにもう一度ね、メディアが注目したことは事実です。事実ですね。で、それはね、結構危ないことで、これは気をつけなくちゃいけないんですけれども、山上徹也容疑者がやったことには、もうしょうがなかったじゃないかとか、こんなにひどい目にあったんだったら、その、この犯行に至るのも仕方ないっていうふうに捉えるのは、極めて危険で、危険ですね、つまり、そういうふうに、こう、認めてしまうとか、擁護してしまうことが、要するに、こう、同じようなことを、その、事件を起こす引き金になりかねないわけですね。つまり、その要求がこう政治に反映されないんだったら、実力行使でその問題提起すればこうなるじゃないかっていうようなことになるのだけはまずいので、そういうふうに捉えるのは絶対に良くないんですね。なので、山上容疑者の犯行を容認するとか全員するってことは僕は断固としてするべきじゃないと思う。ただ僕はね、そういうふうに捉えるんじゃなくてね、こう捉えるべきだと思うんですね。要するに、まあ詳しくはちょっと話す時間はないですけれども、その旧統一教会っていうのが70年代80年代から数々の社会問題を引き起こしたっていうのは前半申し上げましたね、はいはい、例えば霊感商法であるとか、はい、それから合同結婚式であるとかね、はい、でその数々のそのこういろんな問題を引き起こして、例えばね、これね、全国霊感商法対策弁護団、はい、弁護士連絡会によると、確認できた金銭被害、昨年までの35年間で総額1237億円を超すっていうんですね。はい、それでも氷山の一角だっていうわけですよ。氷山の一角。つまりこの80年代ぐらいからこういう被害がものすごく出ていて、で、実を言うと僕の取材経験でも、90年代に警察が統一教会に対して組織的な捜査をしようっていうようなことがあったんですね。はい、僕はその情報を得て、僕は当時通信社の記者でしたけれども、取材したことあるんですけれども、ところが、その捜査がいつの間にかピタッと止まってしまって、で、僕は警察の幹部の人に、なんで止まったのって聞いたら、まあ、政治の意向だというようなことが、僕の取材経験でもあったんですね。で、同じようなことを、今回、参議院議員で、まあ、前参議院議員でずっと統一教会のことを追及されてきた有田芳生さんなんかも同じようなことをおっしゃってましたけれども、
要するにその政治の意向、政治の力で捜査が止まったっていうことがどうもあったっていうことですよね。で、もしですよ、その例えば警察がこれだけ数々のその反社会的なこう問題をいろいろこう引き起こしているのであるから、ある段階できちんと捜査をしていたら、うん、あるいはその宗教法人をその管轄する文科省、文化庁あたりがもうちょっときちんとその宗教法人としてのこう適格性みたいなことっていうのにこうきちんとメスを入れてたら、うんうん、こうなんていうんでしょうか ね、ここまで被害は広がらなかったのではないか、うんうん、あるいはどっかで被害をある程度食い止められたのではないか、うん、とすると山上徹也容疑者もこの犯行に、うん、動かなかったのではないか、至らなかった話も、だからつまり山上、報じられている通り、うん、山上容疑者のお母様がその統一教会にある90年代にハマったらしいですけれども、うん、90年代にハマって1億円もの献金をしてしまって、はい、山上徹也容疑者の家は破綻状態になっちゃったっていうこと、はいはい、それが事実だとするんだったら、ひょっとすればその被害も抑えられたかもしれない。そうですね、で抑えられていれば当然のこととして、うん、そのこういう恨みを抱くこともなく、はい、こういう犯行もなかったっていうことですよね、はい、つまり彼の犯行がこう光を当ててしまったっていうふうに捉えるのではなくって、はい、やっぱりこう政治の不作為、はい、あるいは意図的なこうなんていうのかな、こうストップをかけた行為などが、はい、統一教会っていうある種反社会的な、うん、こう宗教に名を借りた反社会的なカルト団体みたいなものの活動を増長させた結果としてこれが起きてしまったってことにで捉えれば、私たちはこれをきっかけにして一体この30年40年メディアも含めてですけれども、うん、なぜこの統一教会の問題っていうものをもっと深掘りできなかったんだろうっていうふうに考えるべきだろうなっていうふうに僕は思います。深掘りし続けてた人はいるにもかかわらずそれを放置してきていたという、うん、そういうことですよね。だからそういう意味で言うと、例えばね、うん、今回いろんな報道が出てきてるんですけれども、はい、例えばこれ北海道テレビが報じたその情報なんですけれども、その伊達前参議院議長の証言なんですけれどもね、はいはい、2016年の参議院選挙で全国比例に出馬した自民党の議員を応援した際に、はい、安倍さんに頼んで統一教会の組織票を回してもらって当選したと。で今回はその安倍さんが元安倍さんの秘書官だった井上義行議員をその支援するからっていうふうに言って支援を拒否されて、はい、そのこの前の議員は出馬を辞退したんだとかね、まあ、つまりだから安倍さんはかなりこの統一教会の票の差配みたいなところにその絡んでいたのではないかっていうような証言がやっぱりこういくつも出ていくつか出てきてるんですよね、はい、なのでやっぱりこれは統一教会っていう団体とその宗教と政治というよりも統一教会というかなり反社会性の強い団体と宗教団体と自民党の関係、うん、歴史的な関係というものに関してはやっぱりきちんと、いろんな形で、ね、メスを入れていかないといけないんだろうなとは思いますよね。そうですね。そういう問題意識というかね、そういうことが徐々に明らかになってきているっていうことが一番前半の冒頭で申し上げたこの安倍さんの国葬に反対っていう声にもやっぱりかなり色濃く反映されてるんだろうなというふうには思いますよね。そうなんでしょうね。でもきっと9月27日はこのままなのかな、どうなんでしょう ね。この世論調査の結果などを受けて、はい、岸田さんがどう判断されるか、からもう一個だけちょっと時間ないんですけれども、はい、一つだけ岸田さんが、はい、先ほど NPT 再検討会議に出発をして、はい、日本の総理大臣として初めて演説をする、うん、1日、日本時間で1日の夜らしいんですけれども、はいはい、これも非常に重要な動きで、今月もう早いもので今年も8月6日と8月9日、ね、名古屋、広島と長崎の原爆期を迎えますけれども、はい、要するに、ロシアによるウクライナ侵攻っていうものが起きて、でこれまでその国連安全保障理事会の常任理事国っていうのはこれイコール核保有国なんですけれども、うん、はい、その核保有国は核を持っていいけれども、うん、その他の国は持っちゃいけないよねっていうのが NPT っていうその条約の中心で、はい、核心でね、うん、はい、ある意味でものすごい不平等な条約なんですけれども、でもその前提条件としてその核保有国は核削減のための核軍縮のための努力を真摯にやらなくちゃいけませんよっていうのが NPT に書かれてるわけですね。これが NPT 条約の核心部分なんですけれども、しかしそのロシアによるウクライナ侵攻で恥なくも明らかになった通り、その安全保障理事会の常任理事国でかつ核保有国であるロシア、大会スポンサーだった紳士服大手の青木ホールディングス側からコンサルタント料として約4500万円をもらっていたという話なんですが、うん、まあ、これがですね、
まあ、東京地検特捜部としては、自宅収賄容疑になるんじゃないかと言って、捜査しているというものですね。元理事の高橋さんは、まあ、スポンサー選定に関してですね、大会組織委員会で調整役を担ってきた、まあ、古巣でもあります、電通に口利きをしたんじゃないかと、そういう疑いがあるというものですね。うん、なるほど。これ、オリンピックもね、倉沢さん、さまざま取材されたと思うんですけれども、さまざまな関係者の反応や受け止めというのは、どう出てきているんでしょうか。はい、関係者の反応は本当にさまざまですね。高橋さんが口利きしなくても、青木に選ばれたんじゃないのっていう人もいるんですが、一方で、高橋さんの鶴の一声で決まったんじゃないかって疑う人もいますし、まあ、そもそも高橋さんにそこまでの実務権限があったのかという人など、本当にまちまちなんですが、ただ一貫しているのは、もう大会から1年が経ってですね、こうした疑惑がまあ浮上してきたということを本当に残念があるという声が一番多いですね。そもそもなんですが、こういったまあ様々な招致、あるいはそのスポンサーとの関わりにおいて、金銭の授受、どういったルールが定められているんでしょうか。はい、オリンピックの招致に関しましては、まあ、国際オリンピック委員会 IOC ですねが、まあ、総会で東京により開催都市を決めてきたという歴史があるんですけれども、はい、これまでも東京権を持つ委員への買収疑惑というのはたびたび浮上してきました。うん、2002年、まあ、今から20年前のソルトレーク東京オリンピックの招致時には金銭のやり取りだとか、まあ、高額な贈り物が相次いで発覚しましてですね、はい、IOC 委員の6人が除名されるという、まあ、大きな事件があったんですが、これを機にあらゆる報酬や利益を要求だとか、まあ、もらうことなどを禁じてですね、IOC 委員も立候補都市へ、まあ、訪問することを禁止しているということが現状ですね。はい、なるほど。しかしその後も、まあ、様々なオリンピック、はい、それこそ東京オリンピックでもその汚職容疑というのはありましたよね。そうですね。東京オリンピックでもですね、当時の招致委員会が、まあ、シンガポールのコンサルタント会社にですね、まあ、当時のお金で2億兆ですか、を振り込んで、まあ、それが IOC 関係者に流れたんじゃないかというような疑いがありまして、JOC の前会長であります武田恒和さんは、まあ、フランスの方では捜査対象に上がっているということで、まだこちらはですね、どのような結論になるのかは出ていないんですが、まあ、東京オリンピックをめぐってもそういった疑惑というのは付きまとっています。はい、となるとやっぱりそのオリンピックのたびにそうした様々な問題というものが、まあ、湧いてはまあ問題となり、しかし今度は次の大会別のところで行うからということで、その教訓が共有されてない国でまた同じようなことが起こるという、何か繰り返しのような印象ですね。そうですね。そこら辺は本当に非常に残念で、まあ、東京オリンピックもですね、終了したとはいえ、まあ、もちろん検証というのが非常に大事になるとは思うんですが、はい、一方で組織委員会というのが、まあ、情報公開制度の対象外ということでもございましてですね、まあ、経費のすべてが、公開されるだとか、金の流れをどこまで終えるのかというのは非常に不透明なまま、ここまで来てしまっているというのが現状ですね。その点、例えば文科省ですと、その文科白書の中で、まあ、今回の大会は成功したと、まあ、様々なレガシーを残すことができたのだ、まあ、そして復興五輪だったのだという、まあ、そうした総括を行っているものの、まあ、今のような状況ですと、様々な情報を、まあ、保存する、あるいは公開する、このあたりはなかなか進まないということですか？そうですね。東京都や国であれば、もちろん情報公開の対象でもあるので、はい、まあ、申請すればある程度見えてくる部分もあるんじゃないかと思うんですけれども、うん、まあ、結局組織委員会が公益財団法人というところがあって、そこがなかなかうまくいかないというのが実情です。うん、で、まあ、東京都の方でアーカイブ保存をするとは言っているものの、まあ、そうしたじゃあ契約に関するものだとか、お金に関するものだとかっていうのはどこまで保存されるのかというのも不透明な状況ですね。また様々な外部とのやり取りなど、まあ、そのあたりはその保存義務の、はい、保存対象にはなっていませんし、これ長野オリンピック、長野冬季の時も問題になりましたよね。はい、そうなんですね。長野オリンピックの時も、まあ、そうした買収疑惑というのが持ち上がったのですが、はい、当時の招致委員会は会計帳簿を焼却処分しておりましてですね、真相は闇の中ということになりました。後に長野県が公表した調査報告書では、帳簿を残しておくと不都合な事情があったとしているんですけれども、はい、まあ、なかなかこうした、なんて言うんでしょうね、もう焼いてしまえば全て終わってしまうというようなことが日本で開かれたオリンピックでもあったという残念な歴史があります。今回のまあ現段階での捜査、まあ、そして今後の行方などについてはいかがでしょうか。はい、そうですね。捜査状況の方は、まあ、今後進展を見守っていくしかないと思うんですけれども、はい、まあ、どこまで今回3日連続で強制捜査を行っておりますので、どういった証拠が出てきて、どういった関係が、まあ、明らかになってくるのか、そこがすごい焦点になってくるのかなと思いますね。はい。また、日本ですと、東京オリンピック札幌招致へと、はい、まあ、そういった動きもあります。こちらについての、まあ、影響や反応はどうでしょうか。
そうですね、強制捜査に入った日にですね、まあ、札幌市では機運醸成をする、招致の機運醸成をするといってプロモーション委員会というものがちょうど開かれていまして、はい、こちらに出席していた関係者からは、まあ、何もこんな時にやらなくてもいいんじゃないかと、まあ、すごい残念がある声が聞こえていました、はあ、まあ、札幌と東京はもちろん別物だという声もあるんですけれども、やはり、まあ、IOC というところはですね、やはりオリンピックのイメージをダウンするというのは非常に嫌いますので、うん、今回の東京の、まあ、事件がどうなるかによって、まあ、その招致の方にも影響が出てくる、札幌招致の方にも影響が出てくるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、大会主体はその都度別ということになりますが、はい、しかしながら、毎回同じような問題が構造的に起きやすいということは変わらないわけですもんね。そうですね。ですので、まあ、新しい、お金の流れですとか、そういった透明性を高めるだとか、まあ、札幌が2030年に招致を目指すのであれば、今までとは違った方法で、やり方で、まあ、そういった透明性を確保していく必要があるんじゃないかなと強く思います。今回の捜査を見守るという動きありました。一方で、はい、例えば東京都、あるいは組織委員会、はい、あるいは政府、はい、こうしたものが自主的にその検証を行うという動きはないんでしょうか。ですね、私が把握している限りは、それぞれ、まあ、捜査には協力していくというようなコメントに終始しているかなというような印象ですね。ということは、まだ極めて消極的な段階ということですか。そうですね。まあ、積極的にというよりかは、もう捜査案件なのでというような反応が多いかなと。今後、倉沢さん、この捜査、そして今後の、まあ、オリンピック・パラリンピックをめぐる議論、どういったような論点が必要だとお感じになりますか。はい。やはりですね、まあ、このような形で大会が終わった後にこうしたお金の問題が浮上してくるというのは非常に残念だなと思いますし、はい、まあ、こういった、やはりイメージが悪いですよね、オリンピック・パラリンピックに関してもですね。で、2030年札幌が、まあ、招致を目指しているという中で、まあ、このような問題が出たときに、果たして、まあ、国民だとか、道民、市民が、札幌も同じになるんじゃないかと危惧する可能性もあるんじゃないかなと私は感じているので、うん、やはりそういった意味では捜査をして何が問題だったのか、その問題を繰り返さないためにはどうしたらいいのかということをしっかりと確立する必要があるんじゃないかなと考えています。そうですね。また透明性、そして説明、こういったような点というものは各団体に求められますね。はい、そうですね。その通りだと思います。わかりました。倉沢さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。毎日新聞運動部の倉沢仁志記者に伺いました。交渉できないであるとか、夫婦別姓のままで結婚することができないといった問題、過去には自衛隊の海外派遣の是非とか選挙における一票の格差などが問われていました。あ、これまでもあったわけですね、はい、でそうした中で大谷さんが最近注目された公共訴訟があったそうですね。はい、飲食店を運営する企業が、東京都に対して新型コロナウイルスの感染対策のために飲食店に営業時間の短縮を命じたことが違法であるとして損害賠償を求めた訴訟になります。はあ、損害賠償を求めたのに、これも公共訴訟になるんですか。企業が請求した額は104円だったんですね。企業側が、はいはい、実際に失った利益は数千万円だとも主張しているんですが、104円というのは一つのお店1日あたり1円で計算したもので、企業の経営者の方はお金の問題ではないということを示すためにこういう金額をつけたんだというふうに述べておられます。つまり損害賠償請求という訴訟の形式を借りながら、実質的には東京都の行動の是非について裁判所の判断を仰いだということで公共訴訟だというふうに言えると思います。なるほど。で、この裁判のどの点に大谷さんは注目されたんですか。この裁判の費用をですね、ネットを利用したクラウドファンディングで集めたというところですね。はい、現時点で4000人近くの方から2000万円を超える支援が寄せられています。はあ、非常に多くの人から少しずつの支援が集まっているということなんですね。実は公共的な意味を持つ訴訟を考えたときに、裁判にかかる費用をどう工面するかというのは大変に難しい問題になっているんです。はあ、そうなんですね。裁判と言いますとお金がかかるイメージもあるんですが、この公共訴訟でももちろん費用は当然かかってくるわけですね。そうですね。弁護士費用については、まあ、志のある弁護士さんがボランティアで頑張ってきたという面も多くて、まあ、本当にそれでいいんだろうかという問題はありますが、まあ、成り立ってはきたわけです、はい、しかし関係する専門家に意見書の執筆とか鑑定を求めたり、事実調査をするためにはどうしても費用がかかっている、うん、
また裁判所に提出する書類の印刷費であるとか、関係する書類のコピー代といった事務関係の費用もバカにならないんです、ね。そこにインターネットを活用することで、公共訴訟の新しい形が可能になるのではない、こういう期待がされているわけです。ああ、そうなんですね。ネットを利用して費用を集めるという新たな公共訴訟の形ということなんですが、さあ、現状はどこまで進んでいるんでしょうか。そして将来、私たちの社会にどんな可能性をもたらすんでしょうか。後半伺っていきます。さあ、公共訴訟とインターネットについて、今朝は慶応義塾大学教授の大谷武弘さんに伺っています。さあ、その公共訴訟は費用の負担が難しいという話をいただきました。それが最近ではネットを利用することで多くの人から寄付が集まるようになってきたということです。大谷さん、どんな人たちがこのクラウドファンディングで寄付をするようになってるんでしょうか。クラウドファンディングだからはっきりはわからないっていうのが一つ目のポイント。わからないんですね。はい。しかし、例えば先ほどの104円の損害賠償を求めた訴訟では、同じ飲食店の経営者で、自分の店は別の県にあるとか休業中だったという事情でたまたま損害を受けることはなかったけれども、もし自分がそうなったらどうしただろうと思った人はおそらくいたでしょう。はい。逆に利用者側で営業時間が短くなって不便な思いをした人が不満を寄せたかもしれません。うん。他にですね、特定のブログに先導された読者の方々が、特定の弁護士さんに大量の懲戒請求を寄せるという事件もあったんですけれども、この件では対抗するための訴訟を起こす費用を、弁護士さんがですね、SNS 上で寄付を求めた。これについて様々な問題に対する意見の違いや政治的立場の違いを超えて、広い範囲の弁護士さんとか法律家から支援が寄せられたという例もあります。ああ、そうなんですね。たまたま自分ではなかったんだけれども、弁護士であればいつ同じようなことが自分の身の上に起きてもおかしくないという意識があったんじゃないかとは思われるんですね。はあ。まあ、そうしますと、こう、多くの方が寄付をする動機としてですね、その同じような立場に対する共感ということになるんでしょうかね。はい、そう思います。現代社会というのは、いつか誰かに襲いかかる不透明なリスク、予想できないリスクというのが増えてきているんですね。はい。職場でのハラスメントというのは、いつどこで発生するかわからない、自分が被害者になる可能性もゼロではない、 SNS 上の発言が思わぬ形で炎上することもあるだろうと思います。それに備えて制度を整備しておくとか、実際にその影響を偶然受けてしまった当事者を救うといった目的が多くの人の共感を得ているのではないかというふうに考えます。そうなんですね。さあ、この公共訴訟をネットで支援する仕組みなんですが、世界的にはこうどの程度進んでいるもので、まあ、その中では日本のこう位置づけといいますか、どのぐらい進んでいるものなんでしょうか。公共訴訟的なもの自体は、欧米では非常に盛んでして、そうなんですね。はい、アメリカでもトランプ大統領の入国管理関係の命令ですね、はい、特定の国籍の人間を排除するといった命令に対して、憲法違反だといって訴訟が起こされ、はい、ドイツではコロナ対策の法規制に対して、やはりこれは憲法違反だということで訴訟が起こされて、実際に司法でブレーキがかけられることも多いんです。はあ。これに対して日本では、訴訟はかなり提起されてきました、はい、特に憲法問題、自衛隊関係は多かったんですが、どうも成果に結びついていない側面があります、はい、一つの理由は、お金集めをきちんとしなければいけないので、既存の団体をベースにしてきた。そうすると顔の見える濃い関係がどうしても背景にあるので、それ以外の人が近づきにくいという印象があるのではないかと思います、ね。はあ、だから既存の団体の人たちの活動が、まあ、メインだったということですね。はい、はあ、そうしますと、これからネットで寄付という活動にこれが広まっていきますと、何かこう心理的な負担もあまり大きくなく参加できるという面もあるでしょうか。そうなんだと思います。つまり
クラウドファンディングというのは、自分がどこの誰かというのを明らかにしなくてもいい仕組みなんですね。はい、そういう意味では非常に薄いつながりによって、寄付をしていくと、こういう形なんですが、逆に言うと、まあお金を出せばそこまでの関わりであって、はい、向こうから何かコンタクトされるとか、今度はこういうことやってるんですがっていうふうに言われる心配がないわけです。はあはあはあ。これまでにも、当事者が SNS などで寄付を求めた例はあったってご紹介してきましたが、はい、それをさらに制度化組織化して定着していくような動きだというふうに考えることができるだろうと思います。ああ、そうなんですね。まあ、ある種こう気軽に支援できるというこの仕組みなんですが、もし今後広がっていくとしたら、大谷さん、日本はどういう社会になっていく可能性があるというふうにお考えになりますか？はい、もちろんですね、政策というのは本来我々が一票を投じる選挙によって作られた議会で決まっていくというのが本来のルートです。はい、ただ、投票の時は我々は様々な利害を総合して一票を入れるしかないわけですね。つまり全体的には例えば政府与党を支持しているけれども、コロナ対策の営業規制の問題では被害を受けているとか、あるいは被害は受けてないけど許せないと思った人もおそらくいるわけです。はい、このように部分的な利害というのは選挙では汲み取ることができません。はい、あるいは従来のように濃い関係を基礎にした団体による訴訟でもなかなか受け取りにくいものがあります。うん、つまり、まあ、5000円1万円のお金を出すところまでならいいけれど、それ以上深くコミットしたくはないんだって人たちの思いを、なかなか救い取れないという状況があったわけです、ね。はい、インターネットが顔の見えない薄い人間関係というのをうまく組織することで、社会の中に薄く広く分散している利害とか主張といったものを裁判に持ち込み、はい、そこで社会の動きへと反映していくことができれば、これまで無視されてきたものを活用してより良い社会に変えてくることができるのではないかというふうには思います。ああ、より良い社会に変えられる可能性があるということですね。はい、これからも注目していきたいところなんですが、さらに今後どんな公共訴訟が出てくるかという、その幅もこう広がってくる可能性はいかがでしょうか？例えばですけれども、表現の自由関係ですね、こういった出版物に対する規制はよろしくないのではないかというのは、特にですね、それが社会的にあまり好ましく思われないような、まあ、要するにエロブロの類というのはよく規制対象になるわけですが、そういうものだと人前では言い出しにくいという面があります。はい、でも本当はそういうものこそが表現の自由にとっては重要で、はい、それを守るために公共訴訟が使われていく可能性もあるだろうというふうには考えています。なるほど。さまざまで、そのままここら辺にあったはずだとかって思って、でもう目回ってるからネットで薬の名前を検索する余裕がないので、まあ、とりあえずこれとこれとこれ飲んどこうとかと思ってこう飲んで、それで朝起きたら一応揺れが止まってて、よっしゃーと思って、それでさっき車にももう一錠飲んで、うちからもタクシーでこうやって揺られながら起きたという、自分史上最悪の体調の悪い講演会で、まあ、こんだけ体調悪いのにご参加くださるのも珍しい、いい経験だと思います。そういう講演会ならではっていうかね、何を言ってんでしょうねちょうど僕がコロナで同調圧力っていうのをすごく強い強いって言った時に、世界中にもちろん同調圧力はあって、日本人だけが同調圧力に弱いわけでもなくて、世界的にもちろん同調圧力はあって、同調圧力が強いんですけど、日本の場合は同調圧力が強いのが、まあ、俺の本を読んでくださってる人はよくわかると思いますけど、世間と呼ばれるものが日本独特のシステムです。これはで、世間ってのは何かっていうと、自分が現在及び将来関係のある人たちのことを世間というふうに呼びます。で、世間の反対語は何か、世間の反対語は社会で、社会というのは自分が現在及び将来にわたって関係のない人たちです。世間はだから、つまり関係のある人たちですから、職場とか隣近所とか親戚周りもそうですね、それからかつてのクラスメイト、 PTA 仲間、これ全部世間ですね。で、社会っていうのは自分と関係のない人たちですから、
つまりは道を歩いていてすれ違う人とか、それからスーパーの中で横にいる人とか、映画を見ていて同じ映画を見ている人が社会というやつですね。で、日本が同調圧力がとても世界的に見て、もちろん世界中にはありますが、とても強いのは世間というシステムが日本には唯一、まあ、唯一と言っていいと思います。実は割と中国や韓国とか調べてみると結構個人主義的です。もちろん韓国はご存知としてると思いますけど、家族に対する目上意識っていうのはすごい強いです。でも韓国人に聞くと、世間といういわゆる一般的な意識を持つことはなくて、もちろん家父長の前で父親の前で堂々と酒飲んじゃいけないからちょっとこう隠さなきゃいけないみたいな、そういう、まあ、儒教的なルールはたくさんあるんだけど、でもいわゆる世間一般という意識はないっていうふうに言ってますね。世間っていうのがいくつかのルールがあるよっていうふうに言ってまして、一つ目が年上が偉い。ちょっと難しい言葉で言うと長幼の序と言いますが、年上が偉い。世間っていうのの一つ目の特徴はとにかく年上が偉い。僕ら中学校とか高校の時の一個上の先輩というだけで話を聞かなきゃいけなかった、この理不尽さ、なぜ聞かなきゃいけない。それで僕クールジャパンって番組を今度も17年目に入るんですけど、ありがたいことにそれでドイツ人の女性が大学3年生で編入でラクロス部に入った。そしたら彼女の言葉ですけど、まるで 1,2 年生が奴隷のようにラクロスの練習の準備をしている。グラウンドを整地して、でラケットを集めて、で 3,4 年がこれも彼女の言葉ですけど、まるで王様のようにそれを受け入れていると。であんまり理解できないから、ドイツ人の彼女は 1,2 年生に なんでやってるわけって聞いたら、後輩っすからっていう、ん後輩っすからっていうやつですね。先輩後輩って英語に訳せないんですね。一応イコールの言葉がないので、で先輩に、なんであなた方は王様のようにしてるのって、先輩っすからっていう、そのね、っていう。でも僕らは分かりますよね。日本人って結局一個違うだけで僕らは従うっていうふうになってきてしまったわけですね。でなおかつ厄介なことに、もちろんいい先輩は尊敬しますよ。でもろくでもない先輩ほど先輩風を吹かせますよね。お前なんか尊敬したくねえんだっていうやつほど、先輩だろお前とかって、俺は先輩だ後輩だろお前らとかって言って、でいい先輩ほどそんなこと言いませんね。もう一緒にやろうぜみんなとか言われて、あいい人だなみたいなね、っていうのがあって、あそもそもさすがに俺やっぱりあれだね、体調悪いね。なんでこの世間っていうのと社会っていう分け方を考え始めたかっていうことをまず言ってないね。そもそもね、クールジャパンっていうのをやってて、でクールジャパンってタイトルだけ聞くとなんか日本万歳番組みたいに思われて、で結構攻撃をされたりするんだけど、ネットとかでもね、もともと経産省がクールジャパン室って作ったのは番組の後なんだからね。17年前はクールジャパンって言っても、え、なんすかそれっていうふうに思う時代だったんですけど、まあ、あの当時要は自虐視観っていう、もう何でもかんでも悪いんだっていうのと、それからまあもちろん真逆の考え方、もう侵略戦争はじゃなかったし、もう日本はアジアに全部いいことしたんだっていう、もう2つしかなかったので、じゃなくてちょっとちゃんと見てみませんかね、日本をっていうので、そういうコンセプトだったら僕やりたいと思いますっていうふうに言って OK したんですね。そしたらやっぱ面白かったですね。世間で言うとブラジル人のやっぱりIT のプログラマーが日本の企業に転職して、で初日そのすごく寒かったからコート着ながらこうプログラミングしてたら、日本人の上司がやってきて、オフィスではコート脱ぐんだよって言われて、えっつって、いや寒いんですけど、うん、オフィスでは脱ぐのって言われて、いや本当寒いんですよ、脱ぐのって言われて、ほんで脱いで震えながら全然プログラミングできないっていうことをあったっていうふうにブラジル人が言ってて、つまりそのオフィスのルールの方が生産性よりも上なのかっていう。でこれでもさ、よく考えたら僕ら高速からですよね、高速から結局そのもう延々つながっていることだよね。ああもういっぱい話が飛ぶね、さすが体調悪いね。もともとはそのクールジャパンやってて、これもブラジル人だったです、別のブラジル人ですけど、なんで日本に来たのって聞いたら、 3.11 の時にあんなにその暴動も起こらなくて、で暴動起こらないどころか、そのコンビニにでがそのなんか配ってるとか、それから商品買った後人がいないからお金置いてるとか、ちょっとブラジルで情報記事読んで嘘かと思ったと。
そんな国があるわけないだろうと思って、でそれはと思って来たと。でだからもうその記事だけで日本人が大好きになったんだって言ってる日本人大好きなブラジル人がいたんだけど、ある時すごい興奮した顔でやってきて、小上さんつって、今日ちょっと理解できない、収録の前なんだけど、小上さんつって、ちょっと今日信じられないものを見たと。で何ですかって、新宿駅で本当に大きいベビーカーを、体のちっちゃい女の人が、まあ、明らかにお母さんが夫婦言いながらこう階段を上がってるのに誰も手伝わないと。ブラジルだったらもう即ノータイムで何人もがファッと集まって抱えて持っていくでしょうと。なのにそのもう誰もしないんだと。日本人は優しくて思いやりがあって親切な民族じゃなかったのかと、私もびっくりしたとって言われて、でも僕らはすごい分かりますよね、日本人が冷たいんじゃないですよね。それはつまりその人が社会に生きてる人だからですよね。それでその人がもし知り合いだったら、隣のお姉さんとかお母さんだったりとか知り合いのおばちゃんだったりしたら、絶対ノータイムで僕らも行きますよね。あ、どうしたの、新宿来たんですかっていうふうになりますね。単に僕らは世間の人とは会話するけど、社会の人とはどう会話していいか分かんないっていうことなわけですよね。じゃあそのブラジル人がね、またしばらくしてきて、コヨンってまたこう来て、なんだこの人だと思ったんだけど、山手線にバッグ忘れたと。でもう諦めたと。そしたら会社行ったら、日本の会社なんだけど、社員が、いや電話してみたら JR にって言われて、何言ってんだっつって、バカなこと言ってんじゃないよって言うんだ、いやとにかく電話してみたいやらって言って言うから、しょうがないから電話したら JR の人が、 ありますよそれって言われて、またびっくりして、ブラジルだったらもう置いて降りた瞬間にもうないよって、でどういうことなの日本はっていう。ベビーカー持ってる人は手伝わないけど、バッグは盗まないわ、そのコンビニは強奪しないわ、地震の後どういう民族なんだって言うんだけど、僕らは分かるよね。つまりなんでそのバッグが盗まないかというと、社会に属してるからだよね。つまり誰のもんか分かんないものは僕らはこれ取らないわけですよ。だって社会とどう会話していいか分かんないんだから。僕たちよく電車の中でメイクする人とかって文句言うとかって言うけど、あれ社会だからメイクできるんだよね。あれメイクしてる最中にすぐ目の前に課長とかが立ったら、これはメイクできないよ、あ、課長とか言ってから、元気ですかとか、今日も頑張りましょうとかっていうふうにはなりませんね。あ、体調悪いと妙に陽気になるってことも、本当にもう、ね、本当に。さあ、今日いっぱい予定入れてたんです。この後ね、ジム行って、その後芝居見る予定だったんですけどね、全部キャンセルして、これ終わったら多分倒れるように終わると思います。でというふうに僕らは実は社会にいた人たちに対してはどういうふうに会話していいかわからないっていうのがあって、僕がブレイディ美香子さんと対談したのをお読みになりましたかね。イギリスで保育士をやって、その後パンクロックが好きで、で日本に女性の生きる道はないっていうすごい短歌切ってパンクロックのファンで、でイギリス行って保育士の免許取って保育士をやっていて、本が売れるようになって、まあ多分読まれた方多いと思いますけど、僕はイエローでホワイトでちょっとだけブルーっていうのは大名著ですね。要はその息子がブレディさんと僕が対談の本も出したんだけど、何一番すごかったかっていうと、足立区で3年前ぐらいかな、台風の時にホームレスの人が足立区の区民が避難している体育館に来た。でその足立区の職員が、いや入れられないからって帰ってもらった。で日本人からすると、ああまあまあそういうことって言ったんだけど、そのブレディさんの中学校の当時、その当時中1だったかな、息子はその記事をニュースを見てびっくりして、この足立区の職員は台風の中ホームレスの人を追い出すってことは死ぬ可能性があるわけで、殺人者になってもいいと思ってこの人は追い出したんだろうかっていうふうにブレディさんに問いかけた。で僕らは分かりますよね。つまりその足立区の職員さんは世間を大事にしたわけですね。つまり避難している地域住民を大事にした。でそこに社会のに属しているホームレスの人が来た。そしたら当然匂いもきついだろうし、見た目もやっぱり強いだろうっていう時に、この避難しているこの人たちは地元の人たちの目を、足立区の職員さんはこっちを選んだわけですね。で日本人としては世間を選ぶって割と当たり前の考え方ですね。で社会の方を切り捨てていくっていうのが、僕らやっぱり僕らは切り捨てることに関してはあんまり痛みがないですね。必ず海外旅行行くと、まあコロナですけど、またコロナが落ち着いたら行けるようになってくると、海外に旅行行くと大
欧米だけじゃなくて、これ中国とかシンガポールとかアジアでも結構その個人的な感想が強いところだと、エレベーターの中に入って誰かが入ってくると目と目でこう会釈したりニコッと微笑んだり、女の人ははいって言うと後々ナンパされるかもしれないから面倒くさいから単にうなずくだけとかってのがあったりするんですけど、でも割と目で合図するとか必ず合図しますね。だけど日本人だけは誰が入ってこようが全員が動いていく数字だけを見つめていくっていうのは、それはあんな密室空間でも誰がいても関係ないっていうか、社会を切り捨てることが僕らすっごい慣れてるんですね。割と平気なんですね。知らない人のことを無視するっていう。あ、もう一個ね、これもすごいなと思ったのは、これフランス人でしたけど、クールジャパンの収録の前に小上さん小上さんつってムカムカしてきてて、どうしたのっつったら、この前コンビニに行ったんだと、でね、タバコを買いたかったんだと、で、あのタバコだって指さしたと、で、そしたらそのコンビニのお兄ちゃんが画面に向かって押せって言ってると。それで何言ってんだと、でお兄ちゃんもなんかタッチタッチプットプットとか言いながら18とかで言ってるわけで、それでずっと見てるとその画面には18って書いてあって、それで何を言ってんだろうと思ってしばらく拙い英語を聞いてるうちに、私は18歳未満ではありませんっていうところを押せって言ってると。でそのフランス人頭はげてて太ってんのね。それでその愕然としてフランス人が、私が18より下に見えるのかと、思わずフランス語が出て興奮して、お前は私をからかっているのかと、それもしくはその民族差別して意地悪しているのかと、私にタバコを買わしたくないのかと、私の健康を心配して私が18よりも下に見えるとお前は言ってるのかつって、すごく興奮したっていうわけ。これもでもね、導入した時に実は日本中でも高齢者の人が、私が18より下に見えると言うのかつって結構各地で揉めた。揉めたけど、日本人はどういうふうに受け止めたかっていうと、だから老害って嫌よねっていうふうに受け止めた。でも、みんな60、70、80とか上の年配の喫煙者は、私見たらわかるだろうって、つまり、私を見てくれたら、もう押す必要ないっていうのがわかるだろう。でも、それを押せっていうことは、もちろん微妙な年齢はもちろん押してもらっていいですよ。なんか20歳なのか22なのか19なのかみたいな分かんないとこはね。でも明らかに私はもう髪の毛もないし、もう喋るのもっていう、この私に18歳より下っていうふうに押せっていうことはね、つまり私はあなたとコミュニケーションするつもりないですっていうことを宣言しているってことなわけで、でも僕らは割と日本人平気なんだよね。つまり社会に対して知らない人に関しては全く切り捨てることに対して僕らは割と平気で受け止める。でもそれは実は日本だけで、海外行くと本当にポンと肩当たるだけでエクスキューズミーとかパルドンとかいろいろその国の言葉で失礼って言うんだけど、日本人はもう新宿とか駅で歩いててもボンとぶつかってももう普通に行くじゃん。俺この前自転車同士がぶつかったままお互い無言で去っていく二人を見て、すげえな日本人と思って、ほーと思ったんだけど、それはもうでも僕らなんていうの、日本人悪く言ってんじゃなくて、僕ら本当にどう会話していいか分かんないんだよね。でそのブレイディさんの息子が言ったのは、だから日本人は社会に対する信頼がなさすぎるっていうふうに言ったのね。でそれはねちょっとハッとしたんだよね。でこれは俺がちょっとこれから先ずっとやっていかなきゃいけないテーマっていうか生き方として、社会に対する信頼を作ってもらうっていうか、社会と信頼をするっていうことをテーマにしなきゃいけないという話をして、やっとここに帰ってくるんですよ。こんだけ飛んだんですね。で、世間のね、じゃあ社会に対する信頼がないっていうんだったら、じゃあそもそも世間はどういう特徴があるかっていうと、一つ目が今言った年上が偉いんですよっていうのが、世間の特徴です。で二つ目が同じ時間を生きる、難しい言葉で言うと共通の時間意識ってやつですね。つまりあなたと私が同じ世間に属しているかどうかは、どれだけ同じ時間を生きていたかっていうことが目安になるってことです。だからあなたが私にナイスなことを言うことよりも、素敵なアドバイスをしてくれることよりも、どれだけ一緒の時間を過ごしたか。これで何が見えてくるかっていうと、なんで日本はあんなにダラダラと無駄な会議が多いのか。それはつまり会議することじゃなくて、一緒に時間を過ごすことっていうことが大事なんだってことですね。それからなんで日本人は上司が残ってると帰れないのか。
なぜ一番その場で偉い人がいる残ってるとお先に行って言いにくいのか。それはつまり同じ時間を生きてないと思われて、つまり同じ世間に生きてないっていうふうに思われるってことなんですね。だから逆手を取ると、その集団とその人とその世間に受け入れてもらおうと思ったら同じ時間を生きればいいんだってことなんですよ。あの外国人でね、あの要はクールジャパン17年もやってるといろんな外国人がいるんだけど、もちろんこの日本の村落共同体と呼ばれる世間から弾き飛ばされた人もいるし、もう本当に日本人は排他的だって怒る人もいれば、いやもう僕をすごく受け入れてくれたよっていう外国人もいるのね。それをなんで受け入れてくれたかっていうと、実はずっと同じ時間を生きたんですね。そこはだから同じ村に住んでて、でそのいわゆる古い古民家を借りて、でその同じ村でずっと時間を過ごす。そこで合理的にこの会合は意味がないから僕出ませんとか、この、 あの話し合いは先週やったと同じことだからしませんって言うんじゃなくて、とにかく同じ時間を生きる。ああクールジャパンやっぱ面白いです。これはアメリカ人ですけど、あの日本の企業に転職した、転職したその日にその部署全員で歓迎の飲み会を開いてくれた。すっごい感動した。私そのブラン、あのアメリカ人は割とヨーロッパもいろんなあの会社にこうキャリアアップのためにこう勤めてる人なんだけど、どの国行っても勤めた初日にその部署全員が集まってそのウェルカムパーティーを開いてくれた国なんてなかったと。素晴らしいって。このもう日本のこのシステム、そしたら日本人が、いや割と普通だよって言われて、日本のシステムは素晴らしいって、そのアメリカ人女性感動したんですよ。で、感動してすごかったなと思って、その日、あの、ウキウキしながら、いい会社入ったと思って、家帰って、で、次の日また働いてて、で、夕方になったら、飲みに行きませんかって誘いが来て、いや、昨日飲んだよって話になったんだけど、うん、今日も行くのよって話になって、それで、なぜって話になって、僕らは一週間に何回も行くのって言われて、で、そのアメリカ人は、いや、悪いけど、どうせ飲むんだったら、異業種と他の人と飲みたいので、ごめんなさいって言ったら、同じ時間を生きてないので、だんだんそこから弾き飛ばされ始めるっていうことになる。だから、そういう日本的な経営の強いところには、あんまりいられなくなりますせっていうことなわけですね。だから逆に今言ったように、もし本当に受け入れてほしかったら、とにかくもうどんなに嫌だろうが同じ時間をその人と過ごす。その集団の中で一番年上の人を選び、大体力持ってるのが年上の人で、でその人と常に一緒にいることっていうことで、その世間に受け入れられてくるわけですね。で3番目が贈り物が大切っていうね。大体もう分かりますよね。ちょっと難しい言葉で言うと、贈与互収の関係、お互いが報酬を渡し合うってことっていうやつですね。贈り物大切。その集団に受け入れてもらうために大事なことは、贈り物をしたりしなかったりすることで、やっぱクールジャパンのメンバーがすごい理解できないのは、お中元とかお歳暮っていうのはその個人にあげてるんじゃなくて、その立場にあげてますね。それは僕ら日本人は当たり前ですね。つまりずっと部長さんにあげてる、取引先のね。でもその取引先の部長さんが下手打ってクビになったら、もうその人には贈らない、次の部長に送る。それはつまり本当に人間に送ってるんじゃなくて、立場に送ってるんだろうっていう。そんなひどいことしていいのっていう思うんだけど、つまりやっぱり、まあ、一番悲しいのはだから定年退職した場合ですよね。それまでもう毎年のようにお中元お歳暮が来て、もうどうしようと思って近所に配りまくってたのが、定年退職したらパタッと来なくなる。それはつまり何だったのっていうのは、人間的なつながりじゃなかったのって言われても、残念ながら人間的なつながりじゃないですよね。僕らはその地位にしか送ってないっていうこと、それが贈り物が大切。4番目、世間の特徴の4番目はミステリアスってことですね。神秘性、まあ同じこと、これはあんま難しい言葉じゃないですね。世間っていうのは、その世間が強いかどうかはミステリアスかどうか、つまり、ああうちは昔からそういうふうにしてるんだよとか、ああもううちは昔からそういうルールなのっていう謎ルール、謎イベントが多ければ多いほど、その世間は強いっていうことなわけですよ。でね、これもちろん世間ってすごくグラデーションになってて、外資系みたいな、あのよくあのハリウッド映画にあるような、君クビねって言ったら、その日にもう突然クビって言われたら、よくある段ボールにいろんなものを入れてそのまま持っていく、 PC は置いていってね、全部これは会社のもんだからデータも入ってるからねっていうのは、多分それは世間がものすごく薄いんですね。でそこは基本的に謎ルールがない、つまりとにかく合理的で一番経済効率のいい方法を常にそのオフィスで選んでいるっていうやつですね。
で真逆がだから、まあ、いわゆる伝統を大切にしてうちはそういうやり方をずっとしているからどうなろうとそういうもんなんだろう ですってことですね。大体ミステリアスって謎ルールが多いのは大企業系すごく多いですね。その方針を変えなくてもとりあえず潰れない集団は謎ルールに満ちてるんです。学校でしょ、お役所でしょ、銀行でしょ、大企業でしょ。で、銀行でしょって言ったけど、銀行はそうやって謎ルールを残していたことによってですよ。ことによって、どんどん吸収合併がえらいことになっていったわけですね。でもまだ学校とお役所は、硬いですね。昨日、俺がまだめまい、風景が回り始める前のツイッターで見て笑ったのは、お役所の場合、数字を書くときは、一桁の場合は全角で、二桁の場合は半角だっていうさ、いちいちこう、半角と全角切り替えなきゃいけないのかっていう。出口晴臣さんっていう有名な立命の何たらなんたらなんたら PPP とにかくの、学習をやってる人がユニコーン企業っていうね未上場で、資本金が1000億ドル以上っていう作って10年っていうのが去年のデータで全世界で500社にようやくなって、でアメリカが300社ぐらいで、で、中国が100ちょっと でインドが30とかヨーロッパが30、50とかで、日本がようやく去年10社ぐらいになったんですけど、その前の年は日本が3社ぐらいしかなかったっていう、つまりもうそれはもうそんなその謎ルールと謎イベントをしていたら世界に通用するユニコーン企業ができるわけねえじゃんっていう当たり前のことですね。でもだから自分が本当に所属してる集団の謎ルールが、自分の所属している集団がどれぐらい世間が強いかっていうことの見分け方です。あともう一つ見分け方は、誰々ちゃん最近評判悪いよって、まあ、俺だったら鴻上さん最近評判悪いよって人から言われて、誰が言ってんのって言い返して、みんな言ってるよって言われて、みんな言ってるよって言われてどれぐらいドキッとするかが、その世間が強いかのやっぱりバロメーターです。要は例えば本当に世間ってね、中途半端に壊れてるんですよ。それは今日喋る時間ないかな、あるかな。要は歴史的にもともと強かったのは明治までの時代で、一番強かったのはもちろん江戸時代の300年で、何かっていうと村落共同体村ですね。当時人口比率でいうと8割5分、 85% が農民だったんですね。で農民がまあもちろん武士にも当然世間というのがあって、商人にも世間があって、武士はいわゆるあれですね、幕末の最後の方になって武士の世間が壊れ始めて脱藩する人が出てきましたけど、脱藩するだけで無宿者と言われて、要はそれだけで、つまり武士の世間から飛び出すだけで犯罪になったわけですね。で商人ももちろん商家の旦那様を中心とした厳しいルールがあったんですけど、もちろん僕らの、まあ、いわゆる日本人を作った 85% の農民が、まあ、一番その世間が強かったわけです。なんで強かったかというと、一つは年貢っていうのは実は個人単位じゃなくて村単位だったんですね。年貢は村受けで、要はこの村に年貢を100票出しなさいっていうふうにして、でまあ分かりやすく10軒の家があったとしたら、それぞれが10票の年貢を払わなきゃいけない。その時に私のところは10票出したのに隣が8票しか出せなかったら、村全体の責任問題になるわけですね。いやうち10票出したのにって言っても許してくれないわけです。とにかくこの村で100票で、誰が出そうが出すまいが関係ないんだっていうので、なので昔の記録調べると、田植えの時に風邪ひいて寝込んだら手伝って田植えをしてあげるとか、それから借り入れの時にその1年の間に夏に骨折してて借り入れできない時には手伝うみたいな記録がいっぱい残ってるんですね。その代わり来年ちゃんと返してねっていう暗黙のきつい了解があって、でそれがその要は村として生き延びるってことをすっごい僕ら世間というものを刷り込まれたんですね。でそれはだからよくまあ、地方とか行くと未だにそのおじいちゃんとかおばあちゃんとか世間体が悪いとか、嫁入り前の娘がそんな遅く帰ってきたら世間様から何言われるか分かんないのにっていうのが言われたりする。それは何でかというと、昔は本当に村という世間がケアしたんですね。要はどこそこの誰べえの息子がなんかもあまりもモテなくて後継ぎできんぞって話になった時に、その村全体としてそこが潰れてしまうと9軒で100票を面倒見なきゃいけなくなってくるんで、潰しちゃいかんわけですよ。そしたらそらもう嫁探せって話になって、とにかく誰でもいいから、とにかく誰べえのもう嫁にさせろ、とにかくもうこの村10軒守るぞっていうのが村の最大の掟だったわけですね。それからもちろんこの10軒で100票出すっていうのが絶対の掟ですから、日照りの夏とかに、いやうちはもうとにかく
うちだけでもあの食い縁、まあ、大体7割3分か、まあ、ぐらいですかね、その要はあの3分もらうっていう、うちはちゃんと日照りで餓死したくないからとか思って水をこう自分とこだけにこう引き入れたりし始めたりすると村全体が全滅していくので、それもだから村にとってはちゃんと日照りの夏の乏しい水も全部で分けるってことが絶対のルールだったわけですね。よくあの日本人は宗教に対していい加減で、結婚式の時はあの神道をやってチャペルでやって花束を渡すってのはあれユダヤ教のあの流れだったりするんですけどみたいな、山ほどいろんなあの宗教は本当にいい加減だとか言ってますけど、でも実は僕らは世間の一神教はすごい強かったんですね。つまり村八部っていうとっても嫌な言葉ありますけど、村八部って要は家事と葬式は手伝ってそれ以外は口聞かないっていうのは、別にそれは優しさで言ってるわけじゃなくて、家事は手伝わないと炎症して村全体が燃えちゃうから手伝わざるを得ないんですね。それから葬式はちゃんと掘って埋めてあげないと遺体が腐ったら疫病があの発生するから、優しさでも何でもないんです。とにかくそれだけはこっちに迷惑かかるから手伝うけど、それ以外は一切口聞かない。それはつまりあの家だけ勝手に水を引き込んだとか、あの家だけ去年手伝ってやったのに今年あのお返しをしてくれなかったみたいな、間違いなくもう村から弾き飛ばされるわけですね。モーゼの10回ってあの、エッチをするなとか盗むなとかってのあると思う。でも第1条って何か知ってますか？モーゼの10回の一番最初にモーゼがあの人間たちに言ったのは、私以外の神を信じるなってことなんです。私以外の神を信じなかったら、つまり私を信じてる限りはお前たちを助けてやろうっていうのが神様との契約なわけ。つまりこの世間の村の掟もこの村のために尽くすっていうことさえ守っていれば、そのまんま村全体はお前の来ない嫁も探してあげようっていう、実は強力な一神教が世間っていう僕らは生きてたんですね。世間っていう強力な一神教を持っていたから、僕らは別に宗教に頼る必要がなかった。宗教は八百万でよかったんですね。いろんなところに神様がいて、山の神様、海の神様、もういろんな神様がいても、とにかく世間というあの当時の一神教を守っていくことがすごい大事だった。じゃあなんでそんな世間は強くなったのかって、もう一個過去に遡ると、もちろん農耕というその集団で、狩猟ももちろん集団なんですけど、狩猟の狩りの集団の数よりも農耕の方の数の方が多いんですね。そうすると脳科学的にも、その狩猟の方はテストステロンという攻撃あのいわゆる男性ホルモンですね、この男性ホルモンが多い方が狩猟には向いてるんですね。どんどん追い詰めていって、何があってもとにかく最後までイノシシを追い詰めて仕留めるっていうのはテストステロンが多い方が勝てるんです。で農耕の方はとにかくみんなで一列になって田植えをきれいに植えていこうっていう、俺はワイルドに植えるぜとか、俺はとにかくジグザグに植えるぜみたいな、個人を主張するテストステロンが多いとですね、何のことはない、どんどん弾き飛ばされていくわけですよ。そうするとね、モンゴロイドっていう僕らアジアですね、アジアの平均的なテストステロンの量とコーカソイドっていう白人のテストステロンの量は明らかにモンゴロイドの方が少ないんですね。そうやって俺はジグザグに植えるぜとか、俺はもうなんかあの好きなことやるぜっていう人たちは集団から排斥されていってしまうので、結局アジア系はそのいわゆるテストステロンが少ない、だから僕らはだからやっぱり少ない民族が生き残るっていう適者生存がやっぱ行われているんですね、っていうのがもう一つ。じゃあでもだったらアジアで、中国とかいわゆる他のアジアだって同じことが起こったんじゃないかって思われるんだけど、実は中国が一番わかりやすいですけど、漢民族以外の征服されていつでもその支配者が変わってるわけですね。それで数え方にもよるんですけど、中国全土を漢民族が支配した王朝っていうのは歴代この3000年の間で4つしかない。それ以外は必ずトルコが入ってきたりとか、モンゴルが入ってきたりとか、部分的にここは漢民族だけどこっちはトルコが入ってるみたいな、中国全体を統一、清王朝が違いますから、清王朝の後に中国共産党が中華人民共和国を作った時は久しぶりのその漢民族の国だったわけですけど、つまり異性者が変わることによってもう言語が変わって文字が変わるわけですよ。だから日本はでも実はもう1000年近くですけど、庄屋さんの時代からもちろん戦国時代も含めて支配者、つまり大名が変わっても、その荘園の貴族が変わっても誰がトップになろうが、とにかくオラが村は年貢100俵出せばいいっていう、
どんな政治体制になろうが、とにかく100票を俺たちが作れば生き延びるんだっていう、それはつまり日本の世間という一番の特徴は所与制っていうんですけど、所与制ってのは今のままのことを続ける、変えないままが一番いい、変化を嫌うっていうのが所与制っていうふうに言います。つまりその誰がトップの大名に来ようが、我々はとにかく年貢を100票を出しておけば生き延びられるんだ、だから変化しない方がいいんだ、変化してはいけないんだっていう日本人の民族性を作ったのが、この数百年千年にわたるような変わらなかった文化なわけです。だからもしね、元寇が成功してですね、我々がモンゴルに一回支配されたとしたらね、多分日本の世間はなかったと思いますね。つまりモンゴルが日本に上陸して、今日からモンゴル語を使うぜっていう、モンゴル語が共通語だよっていうふうにチンギスハンがやってきて、おう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 とかとなった時には、多分一回世間というのが完全に解体して、その僕らは所与制って結局、まあなんとなく身を任しとけばいいんじゃないのっていう、なんとなく変化させるよりはこのまま置いといた方がいいんじゃないのっていうのが日本人の奥底にずっと残ってるんだと僕は思ってるんですね。そんな文化って残るかいと思うかもしれないけど、僕ら日本人ってテレビこうソファーに座って見てて、気がつくとこの床に直座りしてソファーに背もたれをかけて見ていませんか。つまりそれは日本人の体に染み込んだ畳の文化っていうか、わざわざソファー買ってソファーでこうやって座って見てるのに、だって気がつくとソファーの下にこう座って見てるっていう、それはつまりその体に染み込んだ畳の、つまりもう千年以上染み込んでる人間の体は変わらないように、もう千年以上染み込まれた、いや変わるとろくなもん起こんないぞ、変わらない方がいいんじゃないのって思考の仕方をしてきたわけですよ。でね、それは実は昭和のそれこそ40年ぐらいまではうまくいったんですね。1900だから80年ぐらいまでいったと思っていいですね。そこまでは実は世間はあんまりほころびなかったんですね。この昭和の時代って紅白歌合戦が視聴率が 80% あったりするんですよ。で70の平均がずっと続くんですね。70% ってことはほぼ全員見てるってことで、それはつまりみんなが世間に住んでて社会を無視してもよかった。つまり旅の恥はかき捨てって嫌な言葉ありますけど、あれは社会に出たら周りを無視していいんじゃないの、旅の恥はかき捨てだから。でも身内はすっごい大事にしましょうね。なんで身内を大事にするかというと、僕らみんな同じ人生を生きてますからね。で何にも言わないでいいから、あなたの言いたいことは分かるからっていうのが世間なわけですよ。村は何にも言わなくてもあなたの言いたいことは分かるからねっていうのが村の考え方なわけですね。これがだから今一番残ってるのは生き残るかどうかの日本旅館ですよ。日本旅館って大体みんな外国人の人はすごいおもてなしっていうのを聞いて行くわけですよ。おもてなしで泊まるんだけど、そうするともうなんか飯食ってる間に戻ってきたら布団が敷かれていて、なんで私たちの許可なく部屋に入ってんだこれはっていう、いろんな下着とか持ちたりするわけで、どういうことってなって、それでそのまんま夜寝て、でも時差があるから時差ボケで目が夜中3時ぐらいに覚めて、お腹空いたなと思って、じゃあルームサービス取ろうとか思っても誰も出ない、夜中の3時日本旅館出るわけないですね。それから旅行の旅から旅してるから、コインランドリーサービスで洗濯物出しても日本旅館洗ったりしませんね。おもてなしって言ってじゃんって言うんだけど、それで朝は雨津さえ朝はおはようございますって言って襖が開くわけですよね、許可なく。ひやーっていう話なわけですよね。何なんだこれはっていうさ。でも日本旅館 が自慢するのは、お客様は気がつかないところで我々は靴を磨いているんですみたいな、つまりもう日本旅館のおもてなしっていうのは、何も言うな、あなたの求めてることは分かるから先々やるからねっていうのが日本旅館のおもてなしで、なんで先々やるからねって言えるかっていうと、視聴率が 80%、 僕らみんな同じ文化に生きてると思ってたから先々やれたわけですよ。でもそこに今インバウンド止まってますけど、外国人がやってきて夜中にその日本旅館でもルームサービス頼みたいとか洗濯したいとかっていう、それからプライベートは大事にしたいっていう人が来た時に、先々言うな、もう何考えてるから分かりますからっていうのは通じなくなるわけですね。じゃあ外国人に、あなた方が泊まりたいホテルってのはどういうのが理想なのって聞くと、みんなフレンドリーって言いますね。フレンドリーが一番いいんだ。フレンドリーってのはどういうことかっていうと、どういうサービスをしてほしいっていうことをちゃんと聞いてくれるホテル。
でそれによってはこっちが飯食ってる間にちゃんと布団を敷いてほしいっていうサービスを求めてるお客さんにはやる、それからそれを求めてないお客さんにはしない。朝もだから声だけかけて襖を開けない、おはようございますって言わない、襖で朝食の用意ができていますっていうふうに知らせてくれることだけを求めてますかっていう会話をするだけでも、日本の旅館は未だにそういうことをいちいち聞くのはお客さんの手を煩わせている、煩わせてはいけない、お客さんの先々を予想してこちらをおもてなしするんですよっていうふうに言うわけですね。そんなのはあなた同じその昭和40年ぐらいのみんなが紅白歌合戦見ていた時代ですよね。今はだってそもそも紅白歌合戦見ないどころかテレビ見ない人間たちが増えてきましたね。だからネットの動画見るとか全くそのでネットの動画になると何見るかも全く違ってくるわけですね。だからもう明らかにこの世間というものが壊れていてとっても厄介な子になってるのが明らかなんだけど、あでも先に世間のルールを最後終わらせておきますね。5番目が僕は5つに分類してるんですけど、難しく言うと排他性、簡単な言葉で言うとのけものを作る、集団をまとまらすためにはのけものを作ることが一番簡単だってことですね。これはなんとなく感覚で分かりますよね。そのグループの結束を固めようとするためには分かりやすくそのグループの敵を作ればいいんだと、もしくはそのグループの中で一人弾き飛ばせばいいんだと、弾き飛ばすことによってそのグループがまとまりますよ、そのグループが安心してきますよ。いじめってもちろん世界中にあるんだけど、日本にしかないいじめってのがあって、それはたった一人クラスの一人を透明人間にして全員がシカとするっていういじめは世界中日本にしかないんです。世界中のいじめはいじめるやつがいて、それを止めるやつがいて、いじめられて怒るやつがいて、笑うやつがいて、傍観するやつがいてっていろんな人がいるんだけど、日本の場合は順番に回ってくるいじめが多いので、そうすると誰か一人がクラスで生贄になった時には周りはそれに触ってしまうと自分になるから、とりあえず内心反対してても嫌だなと思っててもとにかくずっとそれについて回っているとか従っているっていう、それはつまり一番わかりやすい排他性ですね。だから会社でも一番まとまろうと思ったらライバルに負けるなとか、もっと近かったら身近なとこですね、部署には負けるなとかっていう檄を飛ばすことによって世間というものを強くしていくっていうふうになるわけですね。でね、というふうな世界に僕らはそれこそ昭和から平成の真ん中ぐらいまでかなに生きてたんだけど、だんだん世間というものがどんどん壊れ始めていったわけですね。なんで壊れて始めていったかというと、今言ったように大晦日家族揃って紅白見るっていう文化がもうなくなってしまったわけですね。ただどんなに年配の人が求めようが、やっぱり孫や子供は動画見てるわけだ。さあそれでね、世間というものがどんどん中途半端に壊れ始めてきているときに、日本人はでもまだその世間というものに逆にしがみつこうとしていて、SNS が登場したときにね、僕は結構希望になるかなと思ったんです、社会のね。つまり SNS って知らない人同士をつなぎ、知らない情報をつなぐためのツールになるかなと思ったのね。だけど実は SNS は今世間を強固するツールになっていて、要はそれはつまり自分の思い込みのある考え方を、これはもう左右問わずですけど、右だろうが左だろうがとにかく自分の考え方と同じ人たちとだけタコツボ化するって言いますけど、するためのツールに今 SNS がなってて、すごい残念だなと思ってるんですね。本当は SNS って見知らぬ情報、見知らぬ人たちとつながれるはずなんだけど、今僕らがどういう時代かっていうと、自分の読みたい情報だけで一生が終えられる時代になっちゃったので、自分がこういうものを読みたいんですっていうだけでも本当に一生終わるので、そうすると本当によっぽど気をつけないと世間の中だけで生きていくようになっていくのね。それでそれはどうやって考えるかっていうと、ずっと最近僕がよく言ってるのはシンパシーっていう考え方とエンパシーっていう考え方があって、シンパシーっていうのは結局世間に生きる人たちのルールだったのね。それはつまり自分の嫌なことは人にしないようにしましょうとか、自分の好きなことを人にしましょうっていうのをずっと受けてきた。でもそれはね、シンパシーなんですね。シンパシーって同情心とか、要はシンデレラっていう物語を見てシンデレラかわいそうだなと思うのがシンパシーなんですね。だけどエンパシーっていうのは相手の立場に立つ能力なんですよ。これ最近共感力とか訳す人いるんだけど、共感力ってちょっと誤解があって、
相手の立場に立つ能力っていうのは、エンパシーは例えばシンデレラのママ母がなぜあんなにシンデレラにきつく当たったんだろうっていうことを考えるのが実はエンパシーの能力なのね。で、共感力って訳すとシンデレラのママ母に共感するのかっていうふうになっちゃうんだけど、シンデレラのママ母のことは一切同情する必要ないんです。好きになる必要もないの。ただなぜシンデレラのママ母があんなにシンデレラにきつく当たったんだろうっていうことを考えられる能力なんですよ。つまりシングルマザーで娘2人を抱えてすっごい苦労してシンデレラの父親と再婚したけど、いわゆる伝説版はまだ生きてるんですね、どっかで情けなく一緒に住んでたりするんだけど、つまりやっと経済的な不安が解消できると思ったのに、シンデレラの父親と結婚しても余計ひどくなった。父親のシンデレラを壊さなきゃいけないから。だからもちろん住むとこは手に入ったけど経済状態は一向に改善してない。それが悔しいからあんなに強く当たったのかなとか、シンデレラと自分の二人の実の娘の容姿の違いをものすごくやっぱりはっきり分かってたからあんなにお城に連れて行かなかったのかな、シンデレラをとか、なんでそのシンデレラのママ母はこんなにきつく当たったんだろうって考えられる能力のことをエンパシーって言うんですね。だから全く本当に同情しなくていいんです。で、この前ね、横浜創英中学っていう工藤雄一さんっていう、僕は学校ってなんだって対談の本出しましたけど、このところに行って中1の生徒にこれから人間にとって必要なこの授業をしてくれって言われて、でこの話をしたの、エンパシーとね、シンパシーの話で授業だから、じゃあそれぞれになんでシンデレラのママ母があんなにシンデレラにきつく当たったかを書いてみようつって、まず書いてもらって、でその後は何人か同じテーブルでちょっと議論してみて、その中で一番いいなと思うものをちょっと発表しないかいつって言ったら、中1なんだけどすごいブワーッと手が上がって、まあいろいろそのシンデレラの父親が憎かったからそれをシンデレラにぶつけてとかいろんなのを言われたんだけど、一人女の子になんでだと思うつったら、シンデレラをのけものにするとその分自分たちのグループの結束が固まるから、娘2人とすごく絆を深めたいからシンデレラをのけものにしたんだと思いますみたいな、中1ですね、この見事なこの排他性の話を言って、ほうと思って、それは俺も考えたことなかったなと思って、その手があったかとか思ったんですね。だからその要はなぜそんなことをしたのかっていうことを考えて、でね、僕らがつい陥りがちなのはやっぱり結局心を一つにっていうのもやっぱりシンパシーなのね。つまり気持ちを一つにしましょうっていうのがシンパシーなんだけど、僕ら例えば差別は良くないって言った時にね、本当に差別心がゼロなのかって自分に問いかけたらね、もちろん国籍とか民族の差別がない人でも、例えばその体重と